ではどうもこんにちは。MIT スローンの在校生によるウェビナーに参加いただきましてありがとうございます。今日はですね、皆さんからいただきました質問に一つ一つ答えていく予定ですが、もし追加で質問がありましたら、この WebEX の仕組みを使ってですね、質問を送っていただければ最後にまとめて答えますので、はい、よろしくお願いします。それでまずは、我々の自己紹介から開始したいんですけれども、私が伊藤陽介といいまして、MIT スローンの2年生です。で、 MIT スローンに来る前は、一番初めの会社がローランドベルガーというコンサルティング会社にいまして、4年間ほど製造業を中心にコンサルティングをやってたんですけれども、その最後のお客さんがジャパンディスプレイという会社で、液晶ディスプレイの製造業なんですけれども、その会社に、転職しまして、自分がやってたプロジェクトを、3年間ほど実行フェーズまでやりまして、で、次のチャレンジを探しに、MIT スローに来てますと。で、基本的にやりたいこととしては、大学の技術からどういうふうにビジネスを作っていくのかというのを考えてまして、日本はその研究所とか大学とか、いろんな技術はあると思うんですけども、それがなかなか商用化まで結びつくのが遠いと。で、そこをなんとか自分で頑張っていきたいなと思ってまして、将来的にその自分で大学発ベンチャーの経営者になりたいなと思って、いろいろと活動してます。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。MIT スローン在校生の高橋です。私も、今2年生です。で、こちらに来る前はみずほフィナンシャルグループの中の、グループ会社にみずほ情報総研という会社があるんですけども、そのみずほのシンクタンクでして、そちらで環境エネルギーの、リサーチの仕事をずっとやっておりました。主にエネルギーの分野だったんですけども、で、ビジネススクール志すきっかけとなったのが、そのみずほの、関係会社みたいなところにいて、それでうまく、それで親会社があって、その親会社とその、関係会社うまく連携できていない面があって、その社内のリソースっていうのをもっと有効に活用できれば、うちの会社としてもより良いビジネスができてくるんじゃないかという思いがありまして、組織論とか、そういったところに興味があったので、ビジネススクールを志したというようなところがあります。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。MIT スローン2年の引田と申します。私は MIT に来る前は野村証券の親会社の野村ホールディングスというところで、財務企画とか経営管理みたいな仕事をやっていました。で、ビジネススクールに来ようと思ったきっかけは結構先ほどの高橋君と似てるんですけれども、経営管理ということで子会社の管理とか海外の子会社の管理とかをやっていくうちに、その海外の人とのやり取りの中でなかなかこちらが思ったように動いてくれないというか、いろんなミスコミュニケーションが発生していて歯がゆさを感じていたんですけれども、それが、詰まるところ自分 の海外的なエクスポージャーのなさとか、あるいはその海外の人を含めたマネジメントスキルのなさとかいったところに起因するんじゃないかなというふうに思いまして、そこを高めるには一応ビジネススクールがいいかなと思ってこちらに来ました。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。小山祐樹と申します。私は、MIT スローに入ったのが今年の、8月で今1年生です。もともと医学部を出ていて、その後に投資銀行で5年間働いてたってちょっと変わったキャリアなんですけど、こちらではヘルスケアのビジネスをやりたいなというふうに思っていて、卒業後できたらこちらにこう残りつつアントレの機会を探りたいなと思って、主にそのヘルスケアとアントレプレナーシップですね。まだ授業とかは1年生で始まって必修の授業がちょうど今学期ずっと詰まっていたので、そのヘルスケアとかアントレ授業的なものはまだあまり取れてないんですけど、なんとかこうチャンスを探りたいなと思っていろいろ動き回っているので、何かそれに関してお話できたらいいなと思っているのと、
まあ、あとはこっちではそうですね、サッカー部に入ってあの授業以外ではなんか楽しくスポーツしたりとか、しております。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、MIT スローンの1年目の野村宗弘と申します。MIT の、前は、5年間、みずほ証券の方ですね、で投資銀行業務をしておりました。で、まあ、MBA 特に、まあ、MIT を志すあのきっかけとなったのはあの、まあ、実際にあの案件で海外案件等のにあのアサインされることが多々あの貯金多くありまして、そこであのもうちょっとあの外国人含めたあのディールのマネジメントをであったりお客さんのとのマネジメントというところであの自分 の, あの能力 の, あの改善余地というのをです、ね、ただ感じることがありました。でその中で、まあ、ノーリスクあの学生という中であのリスクの低い中であのそういうふうなあのチームワークだったりリーダーシップ経験というのを多く積みたいなと思いましての MBA を志しました。先ほどあの小山あのゆきがあの言った通り1年目であのまだコアの授業がほとんどなんですけれども、あの1年目の間からですね、あのチームワーク経験だったりリーダーシップ経験を発揮できる機会もありますので、あのそこら辺であの何かお話できればいいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、ちょっと画面を切り替えましてスライドに、移りたいと思います。はい、ですね、これだな。はい、今お話ししたのはこちらに載っている面々になってます。それでですね、いろんな質問をいただいてまして、まあ、それに一つ一つ答えていきたいんですけれども、まずですね、まあ、皆さんもご存知だと思うんですが、アプリケーションのデッドラインについて簡単におさらいしておきます と、セカンドラウンドとサードラウンドというのが今残されてまして、でセカンドラウンドは、すいません、1月の17日ということで、まあ、今日から数えると、あと1ヶ月ちょっとあると。で、例年より遅めなんですかね、これは。はい、で多分他の学校よりもちょっと遅めだと思うので、まあ、どういうふうにアプリケーションを書いていくのかっていうのはあのいろいろと考えどころがあると思うんですが、まあ、ただ MIT スローンのアプリケーションはちょっと特殊な質問が入ってたりするので、まあ、皆さんも悩んでるんだと思ってまして、で今日はあの、まあ、いろいろな質問をいただいている中にアプリケーション特にカバーレターとかオプショナルエッセイとかどういうふうに書いたらいいのかというのもいただいてまして、まあ、そのあたりも答えられたらいいかなと思ってます。はい、で、一応こちらに今スライドで投影している通りですね、質問をいただいているのを順番に答えていきたいなと思ってます。ということで、一番初めは授業なんですけれども、まあ、いただいている質問としては、MIT スローンで推しているアクションラーニングみたいなものもあれば、まあ、あとはいろんな、ファイナンスとかマーケティングとか、まあ、スペシフィックな、項目についての質問もいただいてまして、順番に答えていきたいと思います。で、おすすめの授業は何ですかという質問をいただいてまして、まあ、それぞれみんなあの先ほど自己紹介した通りですね、趣味が違うんで、おすすめの授業というのはそれぞれの趣味にかなり寄るところがあるんですけれども、まあ、 あの2年生が一通り答えたいなと思ってまして、私はですね、まあ、MIT で大学発ベンチャーに関する知見を得たいなと思ってきて、で特に、まあ、MIT がいいなと思うのはあのビジネススクールだけではなくてエンジニアリングスクールも含めてそのエンジニアだとかもしくはエンジニアリングスクールの教授だとかと一緒にプロジェクトをやるという機会があるというのはかなり他の学校とはない、他の学校にはない面白い点なんじゃないかなと。で、イノベーションティームズっていう授業を今受けてまして、その授業というのは、MIT スローの先生、MIT のエンジニアリングスクールから、9人ぐらい先生が選ばれてて、でその先生が一番初めにあの自分の技術をピッチしますと。でそのピッチした技術の内容をもとに、ビジネスサイドの人たちが、まあ、それをですね、なんか自分がどの授業あのどの先生と一緒にプロジェクトやりたいのかっていうのをあのなんていうか投票して、でそこでマッチングした先生と1学期間動くというやつなんですけども、まあ、一応その MIT のエンジニアリングスクールっていうのは本当に世界トップの人たちが集まっている場所なので、まあ、そういう人たちとあの働く機会があるというのは
まあ、なかなか面白いなと。でさらにそれを授業の範囲内でお試しできるということで、普通に言ったら、まあ、なんて言うんでしょう、自分で研究室周りをして面白い技術を探すっていうのができるかもしれないですが、ただなかなかそれもハードルが高いし、どこの技術がスタートアップやりたいと思ってるのかとかなかなか分かんないし、でもそういうのを授業でうまくできるというのは面白い機会なのかなと思ってます。はい、じゃあ他の人ちょっとこれをこっちに、はい、ちょっと僕はかなり個人的な、まあ授業になるんですけど、まあ、それとちょっと汎用性の高い授業2つ紹介させていただきたいんですけども、もともとエネルギーの関係の仕事をしていたので、エナジーエコノミックス&ポリシーという授業を取ったんですけども、まあ、これはまあ、エネルギーの、 まあ石油天然ガスから始まり再生可能エネルギーから、まあ、一通りカバーして、まあ、それを経済学的に論理的に市場の動きとか、価格がどうやって決定していくかとか、まあ、そういったことを考える授業なんですけども、まあ、エネルギーのことを仕事でやっていたので、まあ、大体分かってるかなって思っていたことが、まあ、それはなんとなく分かっていて、で、まあ、実際にその体系的に授業として学ぶことで、まあ、例えばその、電力価格がどうやって決定していくかとか、まあ、それをまあ、ちゃんと、まあ、経済学的に説明できるようになるとか、まあ、そういった意味でまあ、論理的なバックボーンっていうのを学ぶ上で非常に良かったんですけども、まあ、なんていうか、まあ、スローンの特徴としてまあ、そういった組織論とかリーダーシップとかそういったソフトスキルの授業も結構あるんですけども、まあ、こういった形でまあ、ハードスキルとまで今はいかないんですけども、まあ、結構計算系とかそういった形で、まあ、数字を使って論理的に説明するとか、まあ、そういったものも結構ありますと。でもう一つ僕が気に入った授業にコーポレートファイナンスがあるんですけども、まあ、コーポレートファイナンスはどこの学校でも教えると思うんですけども、これはちょっと他の学校がどうかわからないんで比較はできないんですけども、まあビジネススクールっていうと、まあ、ケースが多いっていう印象が あったりするかと思うんですけども、MIT では結構その理論と実践っていうモットーを大事にしていて、その最初に結構レクチャーで学んだことをそれをまた、まあ、ケースをやったりとか、あるいはそのアクションラーニングみたいな形で実践していくっていうことをやってるんですけども、まあ僕は結構そのファイナンスのことが分からなかったので、そのコーポレートファイナンスで理論をきっちりとレクチャーで教えてもらった上でそれをまたケースとかで考えるというそのアプローチが非常に合っていたということで、学びの深かった授業ということでご紹介させていただきます。じゃあ、はい、私はですね、割とこう皆さんにとってまあ、興味の幅が幅広い授業としてマネージング・イン・アドバーシティという授業が、非常に今まで取った中では良かったかなと思っています。でこれはですね、いろんな会社の CEO がまあ、いろんなその会社にとってピンチな局面に直面した時にどういうふうに行動するかっていうところを毎回ゲストが来てプレゼンをしてくれる授業でして、で生徒はそのピンチに対してどういうふうに対応すべきかっていうのをスライドにまとめて宿題として出すというような授業なんですけれども、やはりまあその CEO の人も結構ゲストが豪華でして、ステートストリートの頭取とか、あとはトレーダージョーズというこちら その雑貨屋さんの CEO とかが来て、そのピンチの時の対応をいうのを語ってくれるという非常に興味深い授業でした。でこれが MIT スローンならではというのはなぜかというと、そのやっぱりラボとかですね、アクションラーニングが豊富で、その企業とのコネクションというのが非常に強い教授が多いんですね。でこのマネージング・イン・アドバーシティというのを運営していた教授もチャイナラボというアクションラーニングの先生なんですけれども、いろんなCEO とのコネクションを非常に持っていて、毎回こう違う CEO が来ていろんな話をしてくれるという意味で非常に得難い経験で、密度の濃い授業だったかなと思っています。はい、
じゃあそれぞれいろいろあるということで、まあ、特にですねハンズオンの機会がどのぐらいあるのかという話は、聞いてまして、まあ、アクションラーニングであるとか、まあ、なんかラボとかですねいろいろと名前を聞くことがあるかもしれないんですけれども、まあ、そこにフォーカスするとどんなことをやってるのかっていうのを話してもらってもいいですか。はい、あ、はい、僕が取ったその、まあ、ハンズオンあのアクションラーニングのクラス、何個か僕は取っているんですけども、一応名前だけ挙げるとその最初に取ったのがサステイナブルビジネスラボ AS ラボっていうやつで、今あの2年生になって取ってるのが、あのちょっと出てきたかもしれないですけど G ラボと、あとそのエナジーベンチャーズっていうエネルギー系のベンチャーを立ち上げる事業を取っておりまして、ちょっとそのサステナブルビジネスラボについて話させていただくと、まあ、あの MIT は非常に今サステナビリティっていう分野にあの力を入れていて、というのも、まあ、あのビジネスマネージャーになる上でもそのアントレプラナーになる上でもやはりそのサステナビリティっていうのが もはやあの、欠かせないというか、あのビジネスの中でそのサステナビリティ の、思考を入れていかないっていうのはもはや成り立たなくなりつつあるというような状況の中で、やっぱその MIT なりにそのビジネスのサステナビリティっていうのを、まあ、どうやってその、まあ、マッチングさせていくかというか、ビジネスの中にそのサステナビリティを取り込んでいくかっていうことを考えてるんですけども、まあ、その事業 の、あの在り方としては、あのまずはその最初の、春学期の最初の半分を使ってその、まあ、レクチャーであったりケースであったり、あとゲストスピーカーを呼んだり、あとはそのシミュレーションみたいなのをやって、その例えばその温暖化 の、その予測を考えるとか、あとその電気自動車 の、あの普及があのどういう形であの今後進んでいくかみたいなのをシミュレーションしたりとか、まあ、そういったことをあの考えるあの事業なんですけども、で事業の、セメスターの後半でそのハンズオンがあって、それで、まあ、ジバのボストンのジバでの企業であったり、まあ、あのアメリカ内の企業 と、組んで、その企業におけるそのサステナビリティの課題というのをちょっと一緒に考えていきましょうという、まあ、コンサルティングプロジェクトなんですね。で、まあ、あの何がその MIT の特徴かっていうと、やっぱその、サステナビリティって結構ふわふわしたコンセプトなんですけども、まあ、それをちょっとそのフレームワークを使って、それであの、まあ、そのフレームワークに落とし込んで、まあ、この、ビジネス、この会社のビジネスの、サステナビリティの観点から、まあ、あのどこができてどこができていないかみたいな感じで、その体系的に考えるっていうことを、まあ、やっているのがおそらく特徴的なんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、そこが まあ、ある意味 MIT らしいというか、まあ、そういったふわふわした議論に対してもその、体系的にあの、説明するとか、ちょっとサステナビリティを数字であの説明するっていうのはなかなか難しいことなので、その、まあ、環境問題であればその CO2 の、排出量とかそういうことをあの測ることはできますけども、なかなかその、まあ、あのインタンジブルなあの分野になりますので、そこのフレームワークで切るっていう、そこのところがアプローチがあの、特徴的なクラスでした。なるほど、あすいません、ちょっと補足しておきますと、ですね、15分前ぐらいに、メールを皆さんにお送りしていて、その中にリンクが載ってまして、そのリンクを見ていただくとですね、あのいろいろなあのクラスだとか、もしくはこれから紹介していく情報の、あの詳細がそこから見れるようになってまして、で例えば、S ラボだったら具体的にこうどんな内容なのかとかですね、今紹介している以上に学校が公式にあの載せているウェブサイトの情報だとかを見ていただくと、よりあの内容がつかめると思うので、興味がある人はそこまで見ていただけるといいかなと思ってます。で、そのリンクはですね、こちらの今ウェビナーの、スクリーンシェアで投影している中の一番下にも載っているリンクと一緒ですので、あの見つからない方はそれを打ち込んでください。はい、じゃあ次どうぞ。はい、ですね、私が取ってるアクションラーニングは今取っている G ラボというグローバルアントレプレナーシップラボっていうのがあの今取っている授業になります。
スローンの看板事業です。そうですね。で、まあ、これは、まあ、アントレプレナーシップラボと名前はついてるんですけれども、対象企業は基本的には新興国の企業で、サイズ的には本当にスタートアップとかスケール途中の会社もあれば、本当に長年やってる大きな会社もあります。ただ共通としては何かこう新しいマーケットに出ていきたいとか、今まで その投資とはまた違った角度で の投資プランを立てたいとか、そういった、ま、何か新しいことを始めたいときに、それに対してコンサルティングプロジェクトをするという授業です。で、半学期 の授業にプラスして冬休みの1月の間、実際に現地に行ってそこので働いている人と一緒にその場で働いてプロジェクトを進めるというアクションラーニングがセットになっています。で、ここの授業の、まあ、スローンならではの特徴というのは、やはり結構ですね、このグローバルアントレプレナーシップラボにパートナーとして参加したいという企業がたくさんいて、その企業の中で非常に激しい競争になって、でその激しい競争に勝ち抜いた すごい学生にとって興味がある意味のあるようなプロジェクトのみがこうオファーされているという、非常に質の高さっていうところにあるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、私は自分が取っているプロジェクトのことしか言えないんですけれども、やはりまあ、その会社にとって非常にクリティカルな質問に答えないといけないというプレッシャーの高さもありますし、その質問に答えることで自分 の今まで培ったスキルというのが活かせると、でまた新しいスキルを学ぶ機会になるという意味では、非常に質のいいプロジェクトかなというふうに思っています。で、あと会社も実はその航空券と、あと現地の滞在費用はその顧客の会社が出してくれるんですね。なのでそれだけにこちらの学生に対して見る目っていうのも非常にある意味で厳しいものがあって、そのプランを出す際もこちらがこういろんなレジュメをチームごとに提出して、そのレジュメを見て本当にこのプロジェクトに貢献してくれるかっていうところを見てセレクトされるという局面がありますので、そういう意味では、まあ、より実践に近いプレッシャー、それなりのプレッシャーを感じながら取り組むことができるという意味では、やはり質の高いプロジェクトなのかなというふうに思っています。そうですね、はい。じゃあ1年生でもどんな機会があるのかというのをちょっと触れてもらってもいいですか。なんか初めに名前だけ言った方がいいですかね。そうです、ね、そうしましょう、はい。多分1年目でアクションラーニングもありまして、一つコアで1年目 の最初のセメスターで全員が確立やるのはオーガニゼーションプロセスというのが一つありますと。で、その次の学期ですね、次の学期から取れるもので、自分が一つ取ってるのはファイナンスのアクションラーニングの名で、を取ってまして、それがファイナンスリサーチプラクティナムっていうのを取ってます。で、ファイナンスの方 の話をさせていただく と、自分が、まあ、やってるそのアクションラーニングは まだ始まってないんですけれども、1月に MIT スローンの場合はですね、1月まるまる冬休み IAP という形で、まあ、冬休み期間がありまして、その1月まるまるを使ってアクションラーニングをして、その次の学期でプレゼンをするという形 のアクションラーニングになってまして、今ちょうど先方との、まあ、1月からアクションラーニング始まるものの、先方とのミーティング等 のアポ入れだったり等々を、あとチームの中で の準備をしている段階です。でざっくり何どういうふうなものか申し上げますと、自分の場合クライアントがベンチャーキャピタルがクライアントですと、ボストンにある再エネを対象としているベンチャーキャピタルに対してコンサルティングプロジェクトをしましょうというもので、お題としてもう大学の方からざっくり、例えばバリエーション関連でっていうのを与えられているもののですね、それ以上 の細かいところまではお題が与えられてないので、まさに来週そのファウンダー兼 CEO 兼アラムナイっていう方とミーティングするときに、自分たちでそのコンサルのスコープもどこまで広げるか狭めるか、どこまであと深めるかっていうところをまで自分たちで話していいよという形で、かなり自由度の高いもので、それに対してちゃんと TA 等もサポートして、あとプロフェッサーもサポートしてくれるので、非常に本当に実際
プロジェクトに近いほぼ近いような形、ただあのバックアップとしてあのちゃんと TA やプロフェッサーもいて、それに対してあとまた一応事業なのであのクライアントに対してあの大学の方からちゃんとフィードバックしなさいというのも来てるので、あの実際 あのプロジェクトに近い形でありながらフィードバックもまあ確実にあの質の高いものが期待できるというところが面白いなというふうに思っております。であとまあもう一つ、これはあの、ファイナンスアクションラーニングで全部アクションラーニング言えることじゃないんですけれども、まあ、今回あの自分が組んでるチームがあのスローンフェローズという形、1年生のシニアの MBA プログラムと、あと MFIN っていうのが MBA にあの MIT にありまして、マスターオブファイナンスというのが同じスローンスクールの中にあるんですね。あのそこの、学生とあのマスターオブファイナンスが1人、スノーフェローズが1人で、自分っていう方 MBA っていう形であの違う普段の授業を受けてる MBA の学生じゃない人たちと、あとスノーフェローズという形 であの年齢が少し高い人、マスターオブファイナンスという形で、まあ、ファイナンスのプロみたいな人たちと全然違う方とあのチームワークを組むっていうのが、まあ、あの普通 あの普段のクラスのチームワークだったり、あの普通のアクションラーニングと比べて、あのそこも面白いなというふうなふうに思っていて、今ちょっと楽しみに思ってます。はい、はい、僕はそうですね、今のところまだちょっと近づいた方がいい。はいはい、あ、1年生小山です。あの僕まだ取ってないですけど、その今、野村が言ってたあの1月に関しては、MIT 全体でアントレプレナーシップ系のイベントがあってスタート MIT というやつなんですけど、まあ、基本的にこう人を集めて授業をやって、あとはチーム組ませてこうアイデアを考えさせて、であのそこからスタートアップ回したりとか、もともとチーム組んでる人はそのまま参加してそれでいろいろ手助けられたりとかですね、まあ、すごい充実してるなと思う点に関しては、まあ、アクションなりに限った話じゃないんですけど、まあ、すごくこういろんなこうファンディングを得る機会があって、多分あのやっぱり使徒はきちんと限られて報告しなきゃいけないですけど、あの結構考えたてのアイデアでも、まあ、数十件ぐらいのファンディングっていうのは割とこうみんな得ていて、そういったところはすごくこうやりやすいなっていうふうに思います。まあ、それを元にしてこう少しずつこう小さい種を作って、それからこう実績につなげていって、こうなんですかね、まあ、雪だるまのように大きくどんどんしていったりとかっていうのをみんなあの実際やってると思いますし、まあ、すごくその知見的にもやっぱりこの辺りで溜まってるっていうのは、まあ、MITスローに限らず MIT 全体とか、まあ、ボストン全体とかで、まあ、そういったところにこうアクセスがあって、あのアドバイスをこう、まあ、それぞれもうすでに成し遂げた人からもらえたりとか、あとはまあ地元の企業にうまくつなげてくれるオフィスがあったりとか、まあ、特許とか法律に関していろいろ教えてくれる専門家の人たちがいたりとか、あのすごくこう多方面からサポートが得られる機会になっているなというふうに思っていて、まあ、今のところ楽しみにしています。うん、はい、以上がアクションランニングで、ですね、あと具体的にいくつか質問いただいてまして、ざっと答えたいんですけども、マーケティング関連で伝統的なマーケティングに加えてデータやテクノロジーを利用した先端的なものについてどのようなことが学べるかという質問をいただいてまして、でこれはですね、 MIT スローンのまさに超強みとするところで、例えばあのデジタルマーケティング&ソーシャルメディアアナリティクスという授業があって、まあ、それは本当にその道のデータサイエンティスト出身の人が、まあ、教えている授業なんですけれども、その人自身もあの例えばニューヨークタイムズのオンラインメディアのコンサルをやったりとか、まあ、自分でも実際手を動かしてそのどういうふうにデジタルマーケティングを、まあ実行していくのかっていうのを知見がある人 で授業の中で実際にこうビッグデータを渡されて自分で解析したりとかですね、そういうところまでやるというものがあって、まあ、実情としてどんなことを世界の最先端の人がやってるのかっていうのを垣間見ながら自分でも手を動かす機会があるというような感じで、なかなか、まあ、僕は今それを受けてるんですが面白いなと思ってます。あとは、マーケティングアナリシスかどっちか忘れましたけどもっていう授業があって、それは Facebook の元アナリストがMIT スローンでやってる授業で、まあ、相当にマニアックらしいですけども、あの本当のなんていうかビッグデータをガリガリ扱っている人がどういうふうな思考でどんなツールを使ってやっているのかとか、まあ、そういうすごくプラクティカルなことが学べる授業らしいです。で、まあ、そういうようなものが結構、まあ、MIT スローンとしては打ち出し始めていて、マスター・オブ・ビジネス・アナリティクスっていうあのコースを立ち上げまして、 MBA ではないんですけども、まあ、そのなんていうんだろう、 MIT スローンの中で特にアナリティクスにフォーカスするようなあのコースというのも立ち上げたりしているので、まあ、その分だけそこにこう強みというか、いい先生が集まってて、
MBA に入ったとしてもそういうコースを取ることもできますし、興味がある人がいたらそこを調べてみるといいかなと思ってます。で、次はですね、人気授業の倍率という質問をいただいていて、人気授業のっていうのは、どう人気を定義するかってことなんですが、MIT スローンの場合だと、まずトラックっていうのが3つありまして、アントレプレナーシップ&イノベーショントラックとエンタープライズマネジメントトラックとファイナンストラックっていうのがあって、大体入学する人たちは3分の1ずつぐらいそれに分散してるイメージなんですね。で、例えば全員がファイナンスに興味があるとかだとファイナンスの授業がすごく人気になるかもしれないですし、全員がアントレプレナーシップだとか言ってる学校だとしたらアントレプレナーシップ関係の授業が人気になると思うんですけども、MIT スローの場合は比較的それの学生の興味が分散しているので、他の学校の何て言うんでしょう、特定のロケーションで特定の、例えばニューヨークにある学校だったらもちろんファイナンスに興味がある人は多いと思いますし、シリコンバレーだったらアントレプナーシップの人がものすごい集まっていると思うんですけども、そこまでこういろんな偏りがない学生の興味の範囲っていうかになっているのかなと。そういう意味で人気の授業っていうのはあるんですが、それが絶対取れないぐらい超人気だっていうのはあんまりなくて、大体の授業は自分が取りたいものを取れてるっていうのが僕の感覚ですね。その授業が取れるという以上に、周りの人たちがやってることは結構バラバラなので、それぞれやってる人たちなんていうか違う分野のことを知れるという意味でも面白いなと思ってます。で、次ですけども、SIP で印象に残ったものがあればご感想をお聞かせいただけませんでしょうかという質問があって、で SIP というのはスローイノベーションピリオドという略で、例えば学期1学期が、9月から始まって12月ぐらいに終わるんですけども、その間にですね、中休みみたいな1週間期間があって、でそこの間に例えば、人によってはどこかこう、小旅行を伴うようなスタディーツアーに行ったりとか、もしくは普段授業は例えば週2回とか週1回とか、同じ授業を取り続けるわけですけども、それだけじゃなくて、その SIP の期間に1日完結型セミナーみたいなものがあったりとか、そういう形で、特殊なちょっとこう中休みしつつ違うことを学ぶ期間みたいな形で使われてるんですけども、私の例をいくと、前回の春休みの SIP という期間は、E&I トラックに入っている人はですね、シリコンバレースタディツアーっていうのがあって、で、それに、必須で参加しなきゃいけないんですけども、MIT スローンの名前を使っていろんな会社に訪問したりとか、あとは、シリコンバレーでそれなりに活躍している人たちのパネルディスカッションがあったりとか、ネットワーキングの機会としてなかなか面白い機会だったなということで、普段の学級を離れてちょっと新しいことを学べるという意味で、面白い制度かなと思ってます。他になんか最近受けた中で面白かったやつとかあればどうぞ。1年生の野村です。今話だと SIP 期間、1週間の期間で単発の授業を取れるので、今まで興味あったけど取ってなかった、どんなもんなんだろうっていう風な授業をですね、お試しで取るのにいい機会で、自分も今まで、あまり興味がなかったところにで授業を取ってましたと。で自分が取った中で印象に残ってるのが2つありまして、1つはサステナビリティの授業で、オイル事故です、オイルの流出事故をトピックにして、それに対して、サステナビリティ、倫理観ですね、倫理観含めですね、授業をするというのがありまして、それまでサステナビリティっていう単語、ビッグワードは知ってて、スローンが強いっていうのは多分理解してたんですけど、あまり自分はそちらにあまり掘り下げてなかったので、そういう意味だとその授業を踏まえて成長とサステナビリティを両立しなきゃいけないっていう、今の、風潮を含めですね、スローの考え方含めよく分かったので、一ついい授業でしたと。でもう一つリーダーシップ のセミナーみたいな授業でですね、どういう授業かというと、実際にそのコンサル会社、コミュニケーションのコンサル会社の人を呼んで、彼らが授業の中で実際に寸劇をやるんですね。寸劇をして、その寸劇の間でワンセクションごとに一度寸劇を切って、それに対して学生が
このチームワークであなたはどういうふうな問題を感じたか、何が良かったかっていう話を、まあ、みんなが発言し合うという授業がありまして、実際その寸劇自体もそのアメリカの単純な会社ではなくて、いろんな例えばアジア人がいたり女性がいたりシニアがいたりっていう形で、もう典型的なチームワークの問題点が浮き彫りになるような形の寸劇をそのコミュニケーションコンサル会社の方がやって、それに対して発言をするというので、非常に面白い授業でした。ファイナンスの件って何かまだ補足することありますか？いいですか？ですね、もう一つファイナンスのアクションラーニングにスペシフィックにご質問をいただいているのですが、ファイナンス、先ほど申し上げたファイナンスリサーチプラクティカムという、ファイナンスのアクションラーニングに関して質問いただいているんですけども、先ほど自分が申し上げたことに補足すると、自分の例はVC、ボストンの VC という話でだったんですけれども、実際どういうテーマが今年はあったのかというのを申し上げると、大体8割7割ぐらいですね、7割ぐらいがヘッジファンドであったりアセットマネジメント、アセマネ系のコンサルプロジェクトがありまして、残りで例えばマッキンゼーの一つは確かヘルスケアかな、マッキンゼーか2つプロジェクトがあって、1つは確かヘルスケア系とあとデータアナリスト系かな、それぞれあったり、あと一つプライベートエクイティファンド、バイアウトファンドも一つだけあったりで、あとそれ以外で面白いのはボストンだけではなくてですね、例えばアメリカの各地からもオファー来てるんですけれども、海外で面白いのはシンガポールのあれは一応ヘッジファンドかな、シンガポールのヘッジファンドからもコンサルプロジェクトが、それはアサインされれば実際オンサイトっていう形でそこのヘッジファンドでもある何週間か来てくるみたいなプロジェクトだったので、シンガポールにも1月の間行けるというので、それは単純に興味っていう意味で非常に魅力的な、自分は出さなかったんですけれども、そういうふうな面白いプロジェクトもありました。なるほど、はい、では、以上が授業で、じゃあ次ヘルスケア関係いきましょう。はい、はい、1年目の小山です。ヘルスケア関連、そうですね、いくつかいただいています。で、H ラボとか、授業とか結構具体的なやつもいただいてるんですけど、ちょっとそこはですね、僕まだあんまり取れてなくって、もし具体的な授業名とかその内容とか、もし学ばれたいこと具体的にありましたら、ウェブサイト見られるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。もうちょっとですね、話ちょっと広げさせていただいて、ボストン全体としてどんなことが行われているのかみたいなところに際してお話ししたいなと思っているんですけど、ボストンですね、僕来た後に気づいたんですけど、すごいこうヘルスケア関連に関してはすごいでかい場所なんですよね。多分世界で一番こうビジネスとして集積している場所だと思います。VC の人とかと話してて、自分が特にこう印象に残っているのは、やっぱりどうしてもお金が集まっている観点から、イノベーションが一番起こる場所っていうのが、それがアメリカで、もう本当に世界の数値化できないものですけど、感覚的には本当に世界全体の7割8割のイノベーションがこのアメリカの中で起こっていて、でその中のさらにその大部分がボストンもしくはシリコンバレーで起こっていると。でかつやっぱりシリコンバレーと対比してもヘルスケアに関してはボストンでどんどんこうイノベーションが起こっていて、で、その中心として MIT が、あって、でかつたくさんこうバイオベンチャーとか製薬会社とかがあってですね、こう日々いろんなイベントがあっていろんな人に会う機会があったりとか、就職活動する上でも非常にこういろんな人に会って話を聞きやすい状況にもなっていますし、自分がその昔医学勉強してた時にすごくこうサイエンスの先端みたいなところに憧れていた部分があったので、そういう場所に身を置けることっていうのはすごく本当に面白いことだなっていうふうに思います。で、最初ちらっとそのアメリカに残りたいっていうふうに言ったんですけど、それもやっぱりすごい大きな理由で、
やっぱりあの患者にとって幸せな場所では決してアメリカないと思いますけど、やっぱりビジネスをやる上では本当に一番面白い場所だなっていうふうに思いますし、もともとすごいサイエンスが好きだったもの身としてはボストンに入れてすごいあのいいサプライズだったと思っています。もしもっと具体的なご質問があったらあの教えてください。あともう一つ、あのボストンサイエンティフィックとのつながりに関してもご質問をいただいていたのでこちらでお話しさせていただきたいなと思うんですけど、ボストンサイエンティフィックと特につながり強いつながりがあって、なんかそこにこう斡旋するっていうような形でご質問いただいているんですけど、まあ、決してそういうふうにやるわけではなくて、まあ、基本的にはもうみんな同じスタート地点から用意どんで、ただあのさっきも言ったようにその何ですかね、まあ、ボストンにヘルスケアの会社がたくさんあって、で、まあ、その中で MIT っていうのは、まあ、もう本当にもう全ての密接なつながりがあるので、あの大きい会社小さい会社関わらずいろんな会社があの会社に、学校に来てあの説明会をやってくれたりとか、まあ、リクルーティングのチャンスに関してはまあいくらでもありますし、別にあの来なくても自分からいくらでもアプローチできる部分っていうのもやっぱりありますし、まあ、現実としてそのボストンサイエンティックに限って言うと、まあ、去年もあの先輩1個上の先輩でインターン実際されている方がいたっていうふうにも伺いましたので、まあ、そういう機会は全然あると思います。という形で、はいはい、お願いします。そうですね、先ほどあのウェブサイトを見るといろいろ載っていると思うと言ってたような話は、H ラボヘルスケアラボというやつのウェブサイトも、一番初めにご紹介した、私がお送りしたリンクの中に載ってますし、まあ、そういうところを見ていただくと、まあ、よりプロジェクトの具体例だとか、イメージがつくのかなと思います。はい、でじゃあ、ヘルスケア関係はそんなところにしまして、次リーダーシップ関連というのを、質問いただいてます。はい、はい、2年生の高橋です。リーダーシップに関して MIT でのご経験をということなんですけども、ちょっと2つの観点から話をしたいと思いまして、まずリーダーシップっていうのはその、まあ、日々そのグループワークの中とかもう日常で発揮していかなければいけないというか、まあ、そこで発揮していくものと、あとはそのクラブ活動とかまあ、そういった、カンファレンスの運営とか、まあ、そういったところでリーダーシップの、役割を、担っていくっていうようなところ、まあ、2つある2つの観点から話をしたいんですけども、まず1つ目まあ、日常の授業の中で、授業とかの、グループワークとかそういった中でまあ、MIT として、まあ、リーダーシップどういうふうに考えているかっていうと、その MIT はディストリビューテッドリーダーシップっていうのを推奨しておりまして、その、まあ、要はその、まあ、グループワークっていうのが まあ、非常に大事ですということなんですけども、まあ、それっていうのはやっぱ今の世の中っていうのは非常に複雑化してきているので、まあ、一人なんていうか強烈なリーダーがいて、それで引っ張っていって物事を解決できるっていうことは少なくて、やっぱりそのそれぞれのグループの中でそれぞれの人がエクスパタイズを発揮することでその問題解決していこうということで、なのでそれぞれのグループメンバーが、まあ、それぞれオーナーシップを持ってその物事を解決に向かってリーダーシップを発揮していきましょうと、まあ、そういう考え方なんですね。なのでMIT スローンは非常にグループワークの多い学校だと思うんですけども、本当にグループワークが必要なんじゃないかっていうアカウンティングとか、まあ、ファイナンスとかそういった授業でもグループワークがあったりして、でその中で、まあ、やっぱりそのファイナンスバックグラウンドじゃなかったりアカウンティング の知見がなかったりする人っていうのはやっぱそこのグループワークの中でリーダーシップっていうのは発揮しにくい場面ではあるんですけども、ただ一方で他の他の事業とかですねところでまあ、リーダーシップを発揮していけばいいということで、まあ、それぞれ自分の特徴を生かしてその強みを出していきましょうというのがディストリビューテッドリーダーシップの考え方なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、具体的にその、まあ、リーダーシップということでリーダーシップ の, その、役割リーダーシップロールを取っていくっていうこともまず考えられると思うんですけども、ちょっと僕がやった体験としては、
MIT エナジークラブっていうのがあるんですけども、これはMIT 全体の、スローンだけじゃなくて MIT 全体の、エネルギー関係のクラブなんですけども、まあ、そこのやっているイベントの一つにMIT エナジーナイトっていうのがあって、まあ、これは MIT で行われているエネルギー関係の、リサーチっていうのを一堂に集めて、まあ、それで、まあ、そのMIT のリサーチ、エネルギーに関するリサーチのショーケースイベントみたいな感じでやりましょうということで、まあ、発表者が60人ぐらい、で来場者が1000人ぐらいっていう規模の、大きなイベントだったんですけども、まあ、僕はそこの、コンテンツリーダーという役割を担いました。で、まあ、コンテンツっていうことでその、まあ、どういった発表者の方に来てもらうかっていうことを交渉したりしてたんですけども、まあ、その中でなんでそうなったのか分かんないんですけども、まあ、スポンサーも取ってこいみたいな話突然なって、なんかそれもともと全然なんていうかそんな約束で入ったわけじゃ なかったんですけど、まあ、まあやることになって、で、まあ、どうしようかなって思ったんですけども、まあ、とりあえずはですね、まあ、自分の中にあるネットワークっていうのをまあ、友達に聞いたりとか、あとあるいはその、まあ、ここにアクセスしたらいいんじゃないかなみたいなところに、まあまあ、ひたすら当たっていくみたいなことをして、まあ、あまりその成果はそこまで すごかったわけじゃないんですけども、ただその、スポンサー実際に取れたりしたところもあって、で、まあ、そこで学んだことっていうのはアメリカ、まあ、MIT っていうかアメリカの特徴なのかもしれないんですけども、やっぱその結構日本ってコンセンサスベースでいろいろ物事を進めていくと思うんですけども、まあ、アメリカの場合は個人でなんかいろいろやっていって、それでも成果を出せばもうそれで OK みたいなところがあって、それでまあまあどんどんその自分で勝手にその企業とかもアプローチしていって、それでまあ実際スポンサー取れて、ああそれでで取れたよみたいな感じで事後報告したら、ああよかったねみたいな感じになるので、やっぱそこで学んだのはやっぱカルチャーの違いなんですけども、やっぱリーダーシップっていうのを発揮していく上でかなりプロアクティブに動いていかなきゃいけないなっていうのがこちらに来て思った印象でして、でプロアクティブに動いて、それでまあ結果を残すことで評価されるっていうのが、まあ、それが特徴なんじゃないかなと思います。はい、どうもありがとうございます。次がですね、アントレプナーシップ関係っていうのを質問いただいてて、私がまとめて答えたいと思うんですけども、まずアントレプレナーシップっていうのは MIT でどのぐらいこう盛り上がってるんですかっていうことなんですけれども、そうですね、まあ、感覚的には結構多くの人がアントレプレナーシップっていうのを学びたくて MIT に来てるのかなという気がします。であと、まあ、卒業後すぐに起業するとかスタートアップに入るとかじゃないとしても、まあ、何かアントレプレナーシップ関係の活動にちょっと関わってみたりとか、スタートアップコンペティションに参加したりとか、本当に多くの人がなんていうか自然にアントレプナーシップというのを、学んで何かそこで体験をして、で人によってはその体験の中で、自分のキャリアの思考が変わってスタートアップをやることになってしまったりとか、まあ、いろんな人がいるのかなと思うんですけれども、で具体的にどんなものがあるかというと、まず授業の中で、まあ、いろんな授業があります。教室で学ぶ系の授業で、例えばアントレプレナーのストラテジーとか、アントレプレナーのセールスとか、アントレプレナーのファイナンスとか、まあ、そういうアントレプレナーシップに関係するものを打ち出している、教室で学ぶ授業もありますし、あとは、スタートアップの検討をしましょうという関係のアクションラーニングというのもたくさんあります。ニューエンタープライズとか、私が一番最初に言ったイノベーションティームズというのもそうですし、あと高橋君が言った、エナジーベンチャーズとか、ヘルスケアベンチャーズとか、フィンテックベンチャーズとかですね、そういう分野ごとのスタートアップを考える授業もありますし、あとものによっては、メディアベンチャーズっていうメディアラボの人と一緒にやる授業だとか、デベロップメントベンチャーズっていう、新興国でのスタートアップの機会を模索する授業だとか、まあ、いろいろな括りでのスタートアップを検討する機会が授業の中でもあります。で、まあ、そういうところで出会った人とか、まあ、もしくはその以外で、まあ、いろいろなこうミートアップがあったりして、MIT スローの中でもそのミートアップの機会がありますし、
もしくは、まあ、特定の何か産業機械工学の人とつながりたいと思えば、まあ、機械工学の方でやってるイベントとかに行くのも距離が近いのでですね、まあ、簡単にできますという中で、まあ、いろいろと出会う機会は MIT の中にあるのかなと思ってまして、まあ、そこで出会った人たちが何かこう自分たちのアイデアを発表する場として、例えば、100K っていうスタートアップコンペティションがあったり、まあ、クリーンテックプライズだっけ、まあ、クリーンエナジープライズ、クリーンエナジープライズか、ね、そのエネルギー関係だけ の、そのスタートアップコンペティションがあったりとか、あとは、フィンテックだけに限ったものもあったり、まあ、いろんなものが MIT の中だけでもありますし、まあ、それがボストン全体に、見てみれば、まあ、さらにいろんな機会があると。で、そういう、まあ、発表したりとかする中でいろんなネットワークを作れると。でさらに、まあ、自分がもっとプロジェクトを進めたいとなったらですね、まあ、そこでお金を得られる機会みたいなものも MIT の中に用意されていて、まあ、例えば最近始まったのがサンドボックスっていう、仕組みがあって、まあ、それは、スタートアップとか、まあ、何かイノベーティブなことをやりたいというプロジェクトに対して、まあ、大学がお金をつけてやらせると。で初めは1万ドルぐらいから始まるんです、あ、1000ドルぐらいから始まると思うんですけども、最大で2万5000ドルぐらいまで、支援してくれるという仕組みがあったりとか、あと最近発表されたのでエンジンっていう新しいアクセラレータープログラムを MIT が始めるんですけども、それはかなりこうなんというか難しいテクノロジーはなかなかアメリカであっても資金調達が難しいと、であとまあ支援を受けるのが難しいという問題意識を持っているらしくて、でそこをまあ MIT 自身が環境を変えていかなきゃいけないということで、150億円のファンドを作って、そのうち25億円を MIT 自身が投資しますと。でさらに MIT の近くに結構広大なスペースを借りて、で工作機械とか 3D プリンターとかもういろんなものを初めから備えた上で、まあ、さらにメンタリングであるとか、あとはアクセラレータープログラムとして1年間ぐらい手厚いサポートをして、まあ、そういう難しいテクノロジーに取り組む人たちに、まあ、あらゆる面で支援しましょうというものが始まったりとかですね、まあ、本当に充実した環境があるかなと思います。で、まあ、もちろん西海岸は西海岸でシリコンバレーの周りとかロサンゼルスの周りとか、まあ、いろんなものがあるんでしょうけれども、どちらかというと、MIT の周りでいいなと思う点としては、まあ、よりその時間がかかるテクノロジーとか、まあ、もしくは、製薬とか医学とか、まあ、なんて言うんでしょう、いわゆるハードテックって言われているような領域にかなり、まあ、そこを改善していかないと、世の中のイノベーションにつながらないというような思考を持って、活動している人たちが多いという印象を持ってまして、まあ、私はまさにそういう分野がやりたいなと思ってたので、まあ、MIT を選んだんですけれども、まあ、ひょっとしたら IT にフォーカスしている人はシリコンバレーに行った方がいいかもしれないですけれども、まあ、もしくはなんか、ヘルスケア ×IT みたいな領域であれば、MIT の方がいいかもしれないですし、まあ、学校選択の上で、ボストンにあるエコシステムとか MIT にあるエコシステムっていうのが自分のやりたいことにどうつながるのかっていうのを考えていただくといいのかなと思います。で具体的な質問として、グローバルファンダーズスキルズアクセラレーターの3ヶ月の詳細を教えてくださいという質問があって、これはマーティントラスセンターというですね、MIT のアントレプナーシップ教育を司っている場所が、ありまして、まあ、MIT スローンの目と鼻の先にあるんですが、まあ、そこで夏休みの間に、3ヶ月かけて自分のアイデアを形にするというのの、プログラムです。でここは、ですね、まあ、チームで応募して、まあ、ビジネスアイデアがないといけないんですけども、まあ、それを評価してもらって参加しますと。で一応、2万ドルぐらいの、資金援助、をもらうことができて、であとは、まあ、彼らの持ってるこうなんて言うんでしょう、知見の中で、まあ、いろんなこう人を紹介してくれたりとか、あとは、まあ、スタートアップの検討のプロセス自体を支援してくれたりとか、まあ、かなり手厚くやっていて、でさらに終わった後に、その3ヶ月が終わった後に、ニューヨークとかサンフランシスコでのデモデーまで開催して、ボストン以外の投資家だとか起業家とのつながりも作るという、まあ、面白くやってるプログラムなので、もし興味があれば、調べていただければと思います。はい、であとですね、大企業で新規事業を始めるという観点からの、コーポレートアントレプレナーシップみたいなものをの学習機会もあるのかという質問なんですけども、
まあ、特にそれスペシフィックに何か授業があるっていうわけじゃないんですが、まあ、基本的にはアントレプレナーとしてやることっていうのはあんまり変わらないのかなと思ってまして、スタートアップの検討をしますという、まあ、今まで申し上げたようないろいろな授業が、まあ、まさにその何かを始めるという意味で重要なインプットになるのかなと。で、まあ、その上であとはまあ大企業をどう動かすのかっていう意味でのリーダーシップだとか組織論みたいな授業はまた別途あるので、まあ、そういうのを組み合わせて考えていくのかなという感じが僕はします。はい。で、次がですね、就職活動とかインターンの関係ですねについてです。まあ、質問としていただいているのは日本人卒業生の卒業後の就職先やインターン先としてどんなところがありますかということで、まあ、日本人卒業生に限ってっていうのはなんか、まあ、それぞれの人たちがやってることは結構違うんであんまり一般化できないんですけれども、まあ、基本的には、結構大学が手厚くリソースを持っててキャリアディベロップメントオフィスっていうのがあるんですけども、まあ、そこでいろんな紹介をしてくれたりとか、あとは、そうですね、例えばメンタリングみたいなものをやってくれたりとかレジュメの書き方を教えてくれたりとか、まあ、大学にあるその就職活動関係のリソースっていうのは結構充実してるのかなと思います。で、まあ、MIT スローンの人を採用したいというの人たちも多分かなりいると思うので、まあ、そういう人たちは学校の中でセミナーをやってくれたりとか、あとは学校の中で面接が受けられたりとか、本当にそこら中でリクルーターの人がうようよしている時期があります。という意味で、まあ、そういうものを生かしてやっていけばいいんじゃないかなということで、あんまり一般的に日本人卒業生とか卒業生がどんなところに就職しているのかっていうのは何か共通の思考があるわけじゃないですが、まあ、中にはスタートアップに行く人もいるし、コンサルティング会社とか投資銀行みたいな、まあ、伝統的なビジネススクール出身の人が行くようなキャリアに進む人もいるし、まあ、様々ですかね。はい、どうぞ。あ、今の就職先が、まあ、一つに固まってないっていうの、まあ、それも一つまあ、MIT の特徴の一つと言えるのかもしれなくてですね、例えば、まあファイナンススクールとかだったら、まあ、ファイナンスに行きたい人が、まあ、かなりのボリュームいたりとか、あと、まあ、西海岸とかだとテック系IT のテックに固まってるとかっていうのは多分あると思うんですけれども、 MIT の場合そのアメリカ人含めてですね、大学全体の進学 の方向性を希望する業界みたいな統計を取った時にも、コンサルティングだったりテックもベンチャーだけじゃなくて、例えばアマゾンであったりIBM っていう、まあ、大きなテック含めですね、コンサルテック金融とまんべんなく散らばっていて、これに行かなきゃいけないみたいな、みんなアントレしなきゃいけないとかっていうわけでもなくて、まあ、アントレした人も それなりのボリュームもいて、それ以外のテックやりたい人もいて、コンサル行きたい人もファイナンス行きたい人もっていう形で、まあ、いい形でミックスしてるのかなっていうのが一つ、まあ、就職先日本人じゃないですけれども全体の傾向としてありますと。であともう一つ、まあ、リソース特に地域でいらっしゃる方は就職活動が非常に大変な重要なポーションの一つを占めるかと思うんですけれども、あと、まあ、企業が来るっていう意味でも、まあ、ボストンはいいのかなと。例えばコンサルティング会社が説明会開きますという形でしたときですね、やはりボストンとかだと必ず大きな都市なのでアジアからも人が来るわけですね。で例えばそういうところに行ったりとかすると、ボストン以外の学校 の MBA の学生、まあ、日本に限らずの方々はわざわざそれに出るためにボストンに飛行機で来たりとかっていう形をしているので、まあ、そういう意味で来て来るまでは全然気にもしなかったんですけれども、あ、わざわざボストンまで来るんだっていうのを考えると、やっぱり私費の方は特にロケーションっていう意味でも非常に大事なのかなと思います。はい。あとですね、質問といただしていただいているのは、キャリアチェンジ志向の人が多いのかどうなのかというのをいただいていて、まあ、基本的にはそうなんじゃないかなと私は思います。まあ、何か新しいことをやりたくてその機会を探しにビジネススクールに来るとか、まあ、もしくは今まで例えば投資銀行にいたんだけど、そこから何ですかね、またちょっと違った、ファイナンスというのはそうかもしれないけどフィンテックの方で何か機会を探しているとか、プライベートエクイティに行きたいとか、まあ、何かそのビジネススクールをかませることによってキャリアが広がるから、
まあ、ビジネススクールに来ているのかなということで、基本的には、まあ、日本人に限らずですけれども、周りの人たちで話している中で一つの興味としては、みんなどういうふうにキャリアを広げていくのかっていうのは、まあ、大きな会話のトピックとしてあるのかなと。で、まあ、やってる中でいろいろと学びたいことが変わってくる人たちというのは多分多々いて、まあ、例えば、まあ、就職活動の意味でいくと、入学して早々ぐらいからもうコンサルティング会社の説明会とか始まってですね、そうするとまあみんなとりあえず行ってみるかということで説明会とか行くわけですが、まあ、結局みんながみんなそういうところで就職活動するわけじゃなくて、まあ、最終的にいろいろと見た結果、じゃあスタートアップに行きましょうという人もいるし、まあ、いろんな機会を模索している人たちが集まっている場所なので、まあ、自然とそういう中で面白い機会があればそのキャリアチェンジにつながるという場所なのかなと思いますね。はい。で、次ですね、スローン以外のコミュニティとのつながりが、どういうものがありますかということで、まあ、いろいろとも話している気もしますが、はい、どうぞ。先ほどから、2年生高橋です。先ほどから、まあ、ちょっと話に出てきたエナジーベンチャーズっていうのを私取っているので、それの話を詳しくさせていただくと、まずMIT にはですね、エネルギーに関するリサーチをしている人がものすごいいるんですね。それはエンジニアリングデパートメントだったり、まあ、ケミカルエンジニアリングとか、あとデザイン系のところとか、あとニュークリアに関するリサーチとかもものすごいいっぱいあるんですね。で、なんかそのどういったリサーチがエネルギーに関するどういったリサーチが行われているのかっていうのが、まあ、私が MIT に来る前の実は興味でもあったし、まあ、それにできるだけ近づきたいなっていうふうにもすごい思ってたんですね。で、このエナジーベンチャーズっていう事業なんですけども、まあ、今年で10年目になるらしいんですけども、まあ、こちらの事業を取りまして、まあ、どういった事業かっていうと、要はそのMIT の中にあるそのエネルギーに関する、まあ、技術のシードをそれをピックアップして、それを商用化に結びつけていくっていうことを1学期通してやっていきましょうという事業でして、これはスローンだけじゃなくて、まあ、スローンの人もいますし、本当にエンジニアリングのデパートメントの人もいますし、TPP っていう科学技術政策の人たちもいますし、まあ本当にMIT 全体でそのエネルギーに関して興味のある人が事業を取ってるという感じで、あとハーバードの人も結構いますね。 HBS から来てる人とか HKS から来てる人も一定数いますと。で、やっぱその、まあ、その中でやっぱりその多学部学外とのつながりっていうのが非常に色濃い事業ということをなんですけども、なんていうか、そうですね、ちょっと話が脱線しちゃうかもしれないんですけど、もともと私そのアントレプレナーシップみたいなの、まあ、そんな興味なかったわけじゃないんですけども、アントレをやりたくて MIT に来たっていうわけでもなかったんですね。で、このでもエナジーベンチャーズっていう事業を取っていて、なんかもうどんどんアントレの方に引き込まれていく感じがあって、そのまあそのエネルギー系の、スタートアップだけじゃなくて、やっぱそのファイナンスの部分とか、あと法律の部分も勉強しなきゃいけないかなとか、まあいろいろ、あとそのボストンの周りのエコシステムとか、そういうのも詳しく知りたいなっていうことで、まあそういったことでアントレに非常に興味が湧いてきたということで、ちょっと前の質問の方につながっちゃうんですけども、そのもともとまあアントレプレナーシップばっかりやってる学校ではないんですけども、やっぱアントレプレナーシップが強いので、まあ、そこにアクセスしたいと思ったら僕みたいな初心者の人でもなんていうか学びを深めていくことが容易にできるっていう環境では、ありますということですね。あとなんか話そうとしてるんだけど、ちょっと話すことを忘れちゃったので、はい、次に、はい、あとですね、私が紹介したいのは、例えばプロダクトデザインデベロップメントっていう授業がありまして、それはですねスローンの人3分の1、エンジニアリングスクールの人3分の1、まあ、さらに、ロードアイランドスクールオブデザインっていう、まあ
そもそも MIT でもないんですが、ロードアイランド州にあるデザインスクールのデザイン系の学生3分の1という、まあ、そういう、取り合わせの中で行う授業でして、まあ、デザインシンキングを用いてどういうふうにそのプロダクトデザインやディベロップメントを考えていくのかという授業なんですけど、まあ、それは次の学期に私は取ろうかなと思ってまして、まあ、そういうスローン以外の、いろいろなところとのつながりというのは多々あるというご紹介ですね、はい。であとは、まあまあ、ハーバードビジネススクールに授業を受けに行ったりとかっていうのも可能なんで、そういうことをやってる人もいます。1学期に2つの単位まで、一応卒業単位に認定できるというような形でクロスレジストレーションができる制度があるので、はい、それも面白いかなと思います。はい、あと、はい、はい、ですね、HKS とのデュアルディグリーについてご質問いただいてます。ハーバードケネディスクール公共政策の大学院 と、MIT でコラボレーションをして、まあ、3年で MBA とそれから公共政策の学位が取れるというようなプログラムになります。で、学費もまあそれなりにコンプレストしたもので済むということで、まあ、そのデュアルディグリー自体を入学時にもう受けて入ってくる人もいれば、MIT で授業を受けているうちに HKS を1年目で受けて、結局卒業を1年延ばして3年にしてコンカレントディグリーというふうにするという人もいます。で、結構その人気でして、合わせて20名ぐらい、少なくとも20名以上はコンカレントディグリーあるいはデュアルディグリーをやっているかなという印象です。で、なぜまあ人気が高いのか、そのスローン全体としてその親和性が高いのですかというふうなのがご質問の意図だったんですけれども、私は必ずしもそういうわけじゃないかなというふうに思っていまして、どちらかというとその相互に補完し合っているのかなと思います。ビジネススクールの授業となるとやっぱりどうしてもその規制の分野とか、あと法律とかですね、あと税制とかはある意味、まあ、そこについて議論してもしょうがないところとして、まあ、それの枠内でいかにこうビジネスを組み立てていくかといったところが主になるので、そこの周知を取り払って、まあ、その対局でそもそもまあじゃあ制度ってどういうふうにあるべきなんだろうかっていうのが議論できるっていうのが HKS で、まあ、そこをこう義務としてどういうふうに戦略を立てていくのかっていうのがビジネススクールで、まあ、両方取るとこう相互に補完し合えるかなというふうな印象があります。で、なぜ私がこういう話をしているかというとですね、まあ、先ほど話にもあったんですけれども、MIT とハーバードケネディスクールとかハーバードビジネススクールで、まあ、クロスレジストレーションという制度があって、まあ、MIT は非常にカリキュラムがフレキシブルですし、あとはそのハーバード大学に実はこちら地下鉄で2駅で行けるんですね。で、アメリカでなかなかその隣の大学まで地下鉄で2駅で行けるっていうところは、まあ、ボストンを置いて他にはないのかなというふうに思いますので、クロスレジストレーション、まあ、他にも多分やってるところあると思うんですけれども、非常にやりやすいという意味では MIT は非常にいい位置にあるのかなと思います。で、私もハーバードケネディスクールの授業を一つ今取っていまして、アメリカ、まあ、4人ぐらいのチームに分かれてアメリカの選挙の結果を予測するという授業で、まあ、みんなことごとく外したんですけれどもで、私はその時にチームを組んだのが、実はケロッグから来ている人と、あとは、ハーバードビジネススクールの人で、あとはハーバードケネディスクールの人と、MIT スローンにいる私ということで、まあ、ビジネススクールが3人とかですねだったチームです。で、なんでビジネススクールの人がそういう HKS の授業を取ったりとかデュアルディグリーしてるのかなっていうふうに聞いてみたんですけれども、やっぱりあるのは例えばコンサルティング会社で政府系の機関とか政府に対してコンサルをしている人がいたりとか、あとは本当政府系 のカウンターテロリズムの組織で働いてたっていう、まあ、ある意味王道というか、まあ、政府系の機関で働いてた人ですね、うん、あとはケロブから来てる人はヘッジファンドで働いていて、その政策の動きに応じて市場がどう変化するかっていうところに特化した戦略を自分はやりたいんだということで、そういうところを取っていたりとかですね、あとはもう一つは、私はそもそも割とその規制をどう会社にこうインプリしていくかとか、あとは当局さんとの窓口とかそういったところをやっていて、まあ、こちらでいうガバメントアフェアーズといったような職種になると思うんですけれども、
まあ、そういったガバメントアフェアーズの人とか、そういった人が ある意味ビジネスとそのパブリックとのインターセクションみたいなところを志して取っているのかなというふうに思っています、うん、なるほど。はい、では次の課外活動に行きましょう。あ、もし質問があればチャット機能を使って送っておいてください。一番最後に全部答えますはい、じゃあ課外活動をどうぞ。あ、そう。クラブ のご質問いただいてまして、いただいているご質問としてはプロフェッショナルクラブの活動具体例という形でちょっと具体例申し上げさせていただくんですけど、その前にクラブ、他の大学と同じなんですけれども、まず、リクルーティング系コンサルクラブであったりファイナンスクラブであったり、アセットマネジメントクラブだったりリクルーティングに特化したクラブ、そこでの就活のインタビューのサポートとかっていう、クラブが、ありますので、それ以外にエナジークラブであったり、E&I クラブ、アントレ&イノベーションクラブですねであったり、フィンテッククラブだったりアジアビジネスクラブであったりっていう形で、カルチャーであったりプロフェッショナル系のクラブがまずありますというのが全体のクラブの構成ですと。でちょっと具体例自分からですね、E&I クラブアントレクラブですね、アントレのクラブの、活動具体例という形で一つ申し上げさせていただきます。一般的にそのパネルだったりそのアントレの人との交流っていう形でのネットワーキングイベントっていうのは彼らの主な活動なんですけれども、それ以外でちょっと面白いのは一つありまして、それ何かというとボストンにあるスタートアップでのエクスターンシップ、インターンシップみたいなものですね、ボストンにあるスタートアップで働きますという機会の提供っていうのをE&I クラブがやってます。で、1年生からそのエクスターンシップとして参加するっていうのもできますし、そのエクスターンシップをアレンジする側でスタートアップとのネットワークをつなぐっていうのもできます。で、自分はこれ結局参加しなかったんですけれども、1月にこのエクスターンシップのプログラム自体は1月の IAP 期間中にありまして、先ほど自分が申し上げさせていただいたファイナンスのアクションラーニングと被るので参加できなかったんですけれども、アントレでの1年生の時アントレで実際に働いてみたいと、アントレのスタートアップ働いてみたいと思ってらっしゃる方は1月の期間中学校というか、クラブが提供するアンオフィシャルな場としてのエクスターンシップというのがありますし、逆にアントレで働くというよりもアントレとのネットワーキングをしたいという形ですと、そこの E&I クラブアントレクラブの、エクスターンシッププログラムのオーガナイザーという形でクラブに参加すればボストンのたくさんあるスタートアップとの RM といいますかネットワーキングを深められるんじゃないかなというふうに思っております。ちょっと追加で付け加えさせていただきますと、もしその MIT スローンにですね入っていただくことがあれば、ぜひですねスローンだけじゃなくてその MIT 全体のそのクラブっていうのも目を向けていただければなと思っていて、私先ほど話しましたけども MIT のエナジークラブっていうのに入っていて、実はそのスローンの中にもそのスローンエナジークラブっていうのがあって、MIT 全体にも MIT エナジークラブっていうのがあって、2つは連携してやってるんですけども、その全体の方に入ると本当にスローン その MBA の学生だけじゃなくてアンダーグラッドから、グラジュエットから、いろんなMIT 全体の全体からさまざまなバックグラウンドの人が集まってるっていうことで、ものすごいダイナミックなクラブなんですね。でこれが非常に大きなクラブで、メーリングリストの参加してる人が、3000人とか4000人とか言われてますけども、それぐらい大きなクラブで、エナジーカンファレンスっていう2月に開催されるやつがあるんですけども、それも、キーノートスピーカーにアメリカの、エネルギー省の長官を呼んだりとか、すごい影響力のあるクラブなんですね。でそこ、やっぱそれは MIT の全体のエナジークラブだからそれが可能になるっていう面がありまして、
なのでちょっと他の分野私そんなに詳しくないんですけども、他の分野でも同じことがもしかしたら言えるかもしれないので、いろんなクラブに目を向けるといいんじゃないかなと思います。でちょっと話をしたスローンの方のエナジークラブっていうのは何をしてるかっていうと、まあ先ほど野村さんの話にもありましたけども、いわゆるリクルーティング系のクラブで、そのエネルギー関係に興味ある人がその、エネルギー関係の会社とそのネットワークして、それで就活につなげていきましょうっていう色が結構強いんですけども、ただ彼らも、面白い取り組みをしていて、そのトレックっていうのをやっていて、今年やっているのがヒューストントレックっていうのと、あと1月にサンフランシスコトレックっていうのをやろうとしていて、それはヒューストンとサンフランシスコにあるエネルギー関係の会社を訪問していって、要するにそのネットワーキングして、最終的にはインターン勝ち取れればいいねみたいな、そういう側面もあるんですけども、ただ本当にジェネラルにそのエネルギー関係の本当のネットワークを広めるっていう意味で、そういったヒューストンの会社とか、いろんな会社となんていうか知り合うっていう機会、やっぱ学生ならではの立場でだからできることなので、それを彼らは実践しているっていうのが、面白い取り組みなんじゃないかなと思います。はい、あとは、在校生の皆さんのMIT スローンコミュニティへの貢献例を教えてくださいということで、一応ジャパンクラブっていうのは何をしているのかっていうのを説明しておきたいんですが、大きく活動2つありまして、ジャパントレックというのと、ジャパンシーファンクションという、こちらは日本関係のイベントなんですけれども、の2つがあります。でジャパントレックは毎年、3月の春休みの時に開催してまして、で、今年次の開催に関しては150人規模でやろうとしているということで、他の学校に比べても相当に大きい規模で、ジャパントレックっていうのを運営しているのかなと思います。で、私たちの代に関していくと、100人ぐらいの規模でやったんですけれども、その100人ぐらいの、人数の規模の、応募がですねものすごい集まりまして、何時何分にアプリケーションフォームをオープンしますよというのが40秒で埋まったということで、本当にもう代々ジャパントレックはちゃんと運営されてて面白いからぜひ行くべきだという噂がこう下の代に受け継がれて、MIT スローに入る前からジャパントレックに行きたいんだけどという問い合わせが来たりとかですね、そういうすごい状況なんですね。でそういう中ですごく注目度がありますし、なかなかアメリカにいて日本が注目されることって、正直少ないんですけれども、ただそういうジャパントレックみたいなものを運営することで、在校生の友達もいっぱいできますし、日本のことをより知ってもらえるっていうのもありますし、とてもいい機会になりました。であとはジャパンシーファンクションというのは、カルチャー関係のイベントで、シーファンクションというもの自体がいろんなカルチャークラブが開催して、その例えばラテンシーファンクションだったりヨーロピアンシーファンクションだったりするんですけど、ジャパンの会というのも非常に盛り上がっていて、今年に関しては850人ぐらいの、来場者があって、MIT にあるすごく大きなホールで開催したんですけれども、そういう中で、その日本のことを知ってもらったりとか、なんか面白いなと思ってもらったりとか、そういう活動は我々ジャパンクラブとしては一生懸命やってるという感じです。はい、じゃあ次に行きましょう。他のプログラムの話もいろいろと伺っていて、まず LGO って何ですかという質問をいただいているんですけども、リーダーシップ・フォー・グローバル・オペレーションズっていう略で LGO なんですが、これはですね MBA とエンジニアリングスクールのデュアルディグリーを2年間で取るというプログラムで、特にその名前の通りグローバル・オペレーションズに何か関係があるキャリアの人が多いです。例えば、僕の、クラスの中だとボーイングのエンジニアで、自身ももともとエンジニアのキャリアなんですけども、そこから、ちょっとマネジメントサイド、エンジニアのマネジメントみたいな方に行きたくて、で、来ましたという人がいたりとか、あともうちょっと研究者肌みたいな人もいますね。イスラエルの、インテルで研究者やってたんだけど、そのプログラムに来ましたとか、何かしらエンジニアリングバックグラウンドを持っていて、でそのビジネスとエンジニアリングのインターセクションを学びたいという人が来ているプログラムで、全く MBA と同じ授業を受けるんですけれども、ちょっと違いがあって、
NBA は9月に始まるんですが、 LGO の場合はその2ヶ月ぐらい前から始まっていて、 LGO の特別授業みたいなものを初めに受けて始まってます。なんでまあその人たちは特別に早く集められて、多分学年で40人ぐらいいると思うんですが、まあその早く集まってる分だけ特別なコミュニティができているという意味で、まあ、周りでそのグローバルオペレーションに興味がある人たちと、まあ、密につながれるっていう点はあるのかなと。であとはエンジニアリングスクールの授業も取らなくてはいけなくて、で、まあ、そういう、スローンからエンジニアリングスクールの授業を取りに行くこともできますけども、それは別に必須っていうわけじゃないんですが、LGO の場合は、必須でエンジニアリングスクールの授業もある程度取らなきゃいけないです。でさらに卒業論文を書かなくてはいけなくて、エンジニアリングスクールの、先生のスーパーバイズによって卒論を書くと。でその卒論を書くためのデータを集めるためのインターンっていうのをやらなくてはいけなくて、ワンセメスターかけて、インターンを、してる人たちが多いです。例えば先ほど言ったボーイングから来てる、エンジニアは、そいつはですね、マサチューセッツジェネラルホスピタルでインターンをして、まあ、そこで病院オペレーションに関するデータみたいなのを取ってきて、でそのデータを分析することによって、まあ、卒論にするというのをやってました。で、まあ、人によってはボストンじゃないところの場所でインターンしている人たちもいます。で、まあ、もしその今言ったようなことにすごく興味があれば、ジェネラルな MBA ではなくて MBA プラス、何かそのオペレーションであるとかエンジニアリングということに興味があれば、こういうプログラムを受けてもいいのかなと思ってます。で紹介した リンクがたくさん載ってるホームページの中に、このプログラムについても紹介してますんで、見ていただければと思います。であと、スローンフェローズについても質問をいただいてまして、でスローンフェローズというのは、1年生の MBA プログラムなんですけれども、10年以上の社会人経験が求められて、でまあなんて言いますか、必修授業はスローンフェローズだけの必修授業っていうのがあるんですけれども、一方で選択授業は、スローンフェローズと MBA と、まあ、みんなごちゃ混ぜで、受けることになりまして、まあそういう形で、まあ、やることとしては1年間でギュッと詰めて、MBA の単位を取得すると。それで、まあ、良い点としては1年間で終わるというのはありますし、あとは同じぐらいの年齢層の人たち、もしちょっと年齢が高めで、MBA にアプライすることを考えている人がいれば、どうしてもアメリカのスクールは大体どこの学校もですね、26歳とか27歳が、MBA の平均年齢になってくるので、まあ、それとちょっと、その社会人経験よりはもう少し長く社会人経験を持っている人たちと一緒に学びたいなということがあれば、スローンフェローズはいいのかなと思います。で一方で、まあ、1年間が短いというのもありますし、結構必修授業の数も多いので、選択授業でこういうものを学びたいとか、まあ、もしくはつまり1年間というのは夏休みがないということで、まあ、そのインターンをしたいとかですね、そういう事情があれば2年生のプログラムの方が向いていると思いますし、まあ、人それぞれもしちょっと年齢が高めの方がいれば決めていただくのがいいのかなと思います。で、あとですね、他校へのエクスチェンジというのはありますかという質問をいただいていて、これはあるんですけれども、あまりその周りで話題になっているのを聞くことはなくて、具体的には、ロンドンビジネススクールとスペインにあるイエセの2校に、1セメスター3人ずつ、行く枠があるんですね。で、まあ、そういう説明会もやってたりするんですけども、まあ、ただあんまり周りでじゃあこれに行こうっていう人たちがすごいいっぱいいるかっていうとあんまりいなくて、まあ、なんでかなというのを考えた時に、まあ、基本 MIT の中にやりたいことが、まあ、なんていうか機会がいっぱいあるので、まあ、あまり他に機会を求めてるっていう人たちが多いわけじゃないのかなと思います。で、まあ、例えば、まあ、ロンドンで何かロンドンの金融機関とのコネクションが作りたいとか、もしくはヨーロッパ出身で、まあ、ヨーロッパとのコネクションを作っておきたいとか、まあ、なんかそういう人がいればいいのかもしれない、やそこに行くといいかもしれませんが、まあ、あまり、まあ、周りで利用している人は見かけないですね。まあ、それは多分 MIT で2年間だとしても短いんで、まあ、やりたいことがたくさんあるからじゃないかなと思います。はい。でどんどんいきましょう。で次ですね、スローンのカルチャーに
についてということで、まあ、どんなカルチャーですかというのをいろいろと質問をいただいていて、まずは MIT スローの学生を表すとしたらどのような、まあ、フレーズが思いつきますでしょうかという質問をそれぞれ答えていきたいと思うんですけども、はい、なんか誰か答えられる人からどうぞ。先に言った方がじゃあいいですか。はい、じゃあ僕は、ダイバーシティだと思っていて、これ実はあの MIT だけじゃないかもしれないんですけども、あの僕はあの4年生の大学であのアメリカの大学に行ってたからよく分かるんですけど、あのアメリカってあのちょっと田舎に行くと本当にドメスティックなあの国でして、あのなんていうか、まあ、場所によってはそのすごい白人社会だったりとかするんですけども、まあ、ボストンっていうのは そもそもすごいダイバースなコミュニティで、あのそういったあの人種に対する受け入れ方っていうのも、まあ、すごいフラットですし、それはあのスローンにも共通していることで、で、まあ、スローン、まあ、まあビジネススクールはどこの学校も多分あのそのダイバーシティに対してアクセプティブだと思うんですけども、まあ、スローンは特にあの僕が印象として感じるのはあのいろんな国から来てる人が多いと、ヨーロッパ系も多いですし南米系も多いですし、まあ、もちろんアジアも多いっていうことで、そこのダイバーシティの、 あの高さっていうのが、あのまあスローの特徴の一つなんじゃないかなと言えると思います。はい、他1年生の野村です。一言で表すと、まあ、いろんな単語あると思うんですけど、自分が思いつくのはあのイノベーティブとか、まあ、あとプラクティショナー、あの実務家ですねっていうのがあの一つ表すのかなと思います。あのというのもこれあの、まあ、多分ハーバード HBS の比較でよくあの HBS の、 あの同じあの同期 の、 あの人たちと向こうの授業とこっちの授業の違いとかカルチャーの違いとか話すときによく出てくるのが、あのハーバードはどちらかというとジェネラルマネジメント、あの大企業の CEO みたいな形、ジェネラルマネジメントであのケース重視でやってきますと、あのそれに対してあの MIT ってどっちかチームワーク、授業でもケースでも一人でやるんではなくてチームワークで チームでケースを解きましょうっていうのは基本的なベースとしてあって、あと実際的にその考えるだけじゃなくて実際手も動かしましょうという形で、どちらかというと実務化、実務もできる人、あの実務と理論の両方ができる人っていう形で、あの口だけじゃなくてあの手も動かせるあのっていう形の両立を考えているのあのところがあの、まあ、理論と実践に代表されるように MIT の、 あの一つの特徴なのかなというふうに思います。うん、マインド&ハンドっていうのはねやっぱり一つのキーワードですよね。そうですね、その例えば、まあ、MIT 全体で言われていることですけども、 MIT 全体の校訓みたいなものがマインド&ハンドなんですけれども、手も動かせるし、あ、まあ、その理論を、作るだけじゃなくてそれじゃなくて実践もやりましょうということを MIT 全体であのアピールしていて、まあ、そこがなんていうか単純にエンジニアリングの大学としてエンジニアが好き勝手なことをやってるだけじゃなくて、それを世の中に価値を出していくためにはよりその実践する力も持たなきゃいけないというところが、まあ、染みついているのかなと思いますね。プログラムの設計にもそういうところがすごくあると思います。なので、まあ、授業の内容も、まあ、アクションラーニングに代表されるようなその学んだことを実践してみましょうという場がたくさんあったりして、でそういうことによって、まあ、なんかケーススタディ学んだんだけどなんかあんましうまくいかないじゃないかと、そうなると逆に戦略を立てるってことが問題なんじゃなくてそもそも組織を動かすってことの方が問題なのかもしれないみたいな、あの、まあ、いろんなこう新たなこういうことを学びたいと思うに至る場っていうのがたくさんあると思うんですよね。まあ、それがあの、まあ、スローの中でなんていうか単純にこう入ってきてこれを学びましょうっていうものをそのまま学んで終わりましたっていう人は多分あんまりいなくて、まあ、やってる中でいろいろと学びのポイントが変わってきたりとか思考が変わってくるっていうのの、まあ、いろんなインプットが得られるいい機会なのかなと思いますね。はい、私はですね、2年生の引田ですけれども、ちょっと MIT の MIT スローンのミッションステートメントがあって、まあ、それ結構いい文なんで皆さんぜひ一度読んでいただきたいんですけれどもMIT スローンのミッションの中にそのプリンシプルドリーダーシップっていうのがあの MIT スローンが施行してるんだっていうふうに言っていて、このプリンシプルドっていう言葉は割とこうスローンの学生に当てはまることが多いのかなというふうに思っています。で、どういうことかと言いますとですね、あのまあ、先ほどからそのマインド&ハンズって言って実際に学んだことをその手を使ってあの生かすと
というようなプログラムになってますというふうな話があったんですけれども、 MIT スローンでは、まあ、例えばそのアクションラーニングで何らかのフレームワークとか理論を学んで、それを実際にプロジェクトで生かすという授業がのフレームワークがあって、その原則とかその理論的なこととかをみんなやっぱりきちんと勉強するんですよね。でそれもみんななんかそこの理論的なところは適当にやって、あのプロジェクトで実際にあの手を動かすところだけ頑張るっていうんじゃなくて、あのしっかりとその理論的なフレームワークも勉強して、であの実際にそのプロジェクトでチームごとにディスカッションになった時に、あの授業で習ったあのフレームワーク使ってやってみようよとか、授業でこういうこと習ったよねっていうことで、その授業のフレームワークとか理論をこう積み重ねて議論が進んでいくっていうところがあります。でそれが何でいいかっていうとですね、やっぱりチームに分かれてあのその中でアウトプットを出すっていうことが僕は一番リーダーシップ経験になるかなというふうに思ってるんですけれども、やっぱりそのあの英語の、あの問題とかがあって、そのチームの中でなかなかこうリーダーシップを取るのが難しいっていうのが現状だと思うんです。ところがその時に例えば授業で使ったフレームワークを使って議論すると、あのみんながなんていうかこうフェアな土台というか、そのフレームワークに沿って建設的な意見を言えばそれがこう尊重されるという環境にあるのは、あの非常にコントリビュートしやすいのかなというふうに思っています。でこれがあの何もそういうフレームワークがないところで、あの例えば、まあ、ちょっと言い方悪いですけど声が大きい人が勝つっていう風になってしまうと、やっぱり英語が母国語の人がどうしても引っ張ってしまったりとか、インターナショナルとしてなかなか貢献しにくいというところがあると思うので、あのそういう意味ではこのプリンシプルドっていう学生の特徴っていうのに非常にチームワークにおいては助けられてるかなっていう風に思います。あ、どうも、1年生の小山です。僕はなんか別の件方にもいただいてたんですけど、やっぱコラボレティブっていうところについてお話ししたいなっていうふうに思っていて、そうですね、まあキャンパスビジットした時からすごく感じてたんですけど、どういうところがコラボレティブかというと、あのやっぱりどうしても投資銀行いた時にも感じてましたけど、やっぱりじゃあみんながみんなすごい、なんでしょう、優しくていい人で、あのインクルーシブでそういう人たちかっていうと、やっぱりそれはまあ自分も多分例えば野心があったりとか人を押し抜けたいっていう気持ちがやっぱりあったりとかっていうような人たちやっぱり現実たくさんいると思うし、 MBA でやっぱりなんでしょう、まあ、いろんな学校いろんなカラーで押し出してたりとか宣伝してはいると思いますけど、やっぱり現実問題として結構それって結構ギスギスしてるなって思うような時とかっていうのもやっぱりあったし、あのどうしても受験してる時も、まあ、競争環境の中でみたいなところも感じたんですけど、ただ MIT スローに関してはすごいいろんな人に入学する前から会っていろいろお話伺ってたんだけど、あのやっぱりその時にもすごくみんなあの心よくいろいろ、まあ、教えてくれたというか、あのなんだろうな、まあ、忙しいのにとか、まあ、ご自身も多分いろいろそれぞれされやることあったと思うんですけど、まあ、その中でもなんかすごくこう心よくいろいろ時間割いてくれたりとか、まあ、今に関してもやっぱりこうなんだろうな、まあ、結論から言うとすごくこうあの人のために何かしたいとか人を助けたいとか、だから僕自分の中でやっぱすごく思ってるのが、まあ、お互い助け合ってる方が効率いい部分っていうのはすごくあるんじゃないかなっていうふうに思って、自分が1エネルギー払ってあげれば人のエネルギーが例えば10節約できたりとか、なんかそうやってこううまいことこうコミュニティが回ってるんだなっていうところをすごく感じてるので、まあ、コラボレティブっていうところがすごく MIT であの大事だし、自分はすごく好きだと思ってるところです。なるほど、はい、ですね、あと MIT が学生に求めるもので他校と比較して特徴なものはありますかっていう質問をもらってまして、でこれはですね、まあ、アプリケーションの段階のことを言うと、まあ、なんていうかあんまり未来のことを聞かないっていうのは、特徴的に昔からあることでして、というのは、まあ、過去にあなたはどういう意思決定をしたりとか、どういうふうにものを考えたりとか、まあ、どういうふうに、人と連携してやってきましたかとっていうことを基本的にはあぶり出したいというのが MIT スローンアドミッションの思っていることだと思います。というのは、まあ、将来のことっていうのはいろいろ変わるはずで、 MIT スローンにあるあの、まあ、いろんな機会っていうのを、掴んでいくと、まあ、多分入学時に思ってたことと全く同じことを卒業時にやる人っていうのは、まあ、必ずしも多くないでしょうと。なので、まあ、未来あなたが何をしたいんですかっていうのを聞くよりも、まあ、そこで活躍していくためには、もしくは MIT スローンで何かそのいい機会をつかむ人のポイントみたいなものとしては、こういう特徴を持った人が、まあ、そうであろうと、まあ、こういう特徴を持った人を取りたいというのを多分あの、まあ、先ほど来上がっているようなコラボラティブとか、あとは
まあ、実践の方にも重きを置きたいとか、まあ、もしくは何ていうか、そうですね、まあ、チームワークで価値を出していくタイプの人だとか、まあ、そういうキーワードが入ってくるのかなと。で、まあ、そういう意味でなるべく過去にその人がどういうふうにものを考えたのかとか、まあ、そういうことがあぶり出されるといいのかなと思いますね。まあ、後でアプリケーションの話もありますんで、まとめて話します。で、クラス後の雰囲気や、過ごし方というのがあって、まあ、ざっと話すと、まあ、ソーシャルアクティビティというのは多々あるんですけれども、まあ、例えば一番ちょっと前に話した C ファンクションとか、あとはその辺に飲みに行ったりとか、まあ、そういうものもあります。であとは、まあ、1年生の1学期目に関していくとチームミーティングというのはそれなりに、まあ、いろいろな授業で、なんていうか一つのチームでずっと授業を、同じ授業、複数の授業を一つのチームでずっと課題をこなしていくことになるんですけれども、まあ、個人ワークよりもチームワークの方の割合の方が多いので、まあ、その分だけチームミーティングとかで時間を使わなきゃいけない部分が他の学校に比べれば多いかもしれません。まあ、それはつまり他の人たちから学ぶっていう部分もあるので、まあ、そうですね、僕はいい点だと思うんですけれども、まあ、比較的何かの授業が終わった後にじゃあチームでミーティングしようという感じで、まあまあ、その後なんかチームでご飯食べに行ったりとか、まあ、いろんな活動につながっていくかなという気がしますね。はい。で、結構時間が押してきてるんでどんどん行きましょう。はい。じゃあ次、他校との差別化ということで、他の大学の欧米の大学と比べて、まあ、MIT 特有だったんだなと思う点という質問をいただいてます。これちょっとさっきの話とも似てるかな、まあ、いろいろオーバーラップしてくる部分ってあると思うんですけど、すごく何でしょう、スローンとスローン外とのコラボレーションっていうところがすごく強いなと思っていて、例えば初日に入学式の時に、あまり他の学校ではないっていうふうに聞いたんですけど、大学全体 の、 プレジデントがこう入学式のところに来てくれて話してくれたりとか、初日も聞いてすごい印象に残っていたのが、まあ、基本的に MIT の中であれば鍵がかかっていなければどのドアにも入っていいし、行きたいところに行ってで好きな人と話して、で本当に作りたいものを作ってくださいっていうところが、まあ、すごく MIT 全体としてすごくいいところなんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、例えば僕は、ベンチャーシップクラブっていうプログラムがあって、そこでこの MIT 内のメカニカルエンジニアリングの人たちが作ってる技術を使って最近立ち上げたベンチャーで今一緒にやらせてもらったりとかで、近い将来今自分がすごくやりたいなと思っているところが、ロバート・ランガーっていうバイオエンジニアリングの中ですごくむちゃくちゃ実績の でかい人がいるんですけど、まあ、その人のラボの中でこう生まれてくるような新しい技術が、それがこう会社になるときに、まあ、僕が一緒にやりたいなっていうふうに思って、今その中でネットワークを広げているところなんですけど、まあ、そういうチャンスが得られやすいというか、まあ、自分が動けばいくらでも叩けば返ってくるっていうところが MIT の面白さだっていうふうに思いますし、そこは本当に他校と比べても、まあ、僕は分からないですけど、でも、うん、すごく誇れるところだと思っています。なるほど、はい。で、入学前後でスローンに関する印象は変わりましたかという質問もいただいていて、誰か一人答えますか。あんまりでも、はい、じゃあ、 1年生の村です。まあ、あんまり変わって、まあ、入る前から さっき小山由紀が言ってたのと同じで、まあ、コラボレーティブって前から思ってて、入っても、まあ、まさにそうだなと思ったんですけれども、一つ挙げるとするとチームワークですかね。もともとチームワーク機会、アクノの機会が豊富だっていうのを、まあ、に惹かれて MIT スローに入ったんですけれども、いざ入ってみると本当にチームワークの機会が豊富なんで、例えばケーススタディとか、まあ、ケースを読んでそれに対して何か、まあ、ライトアップというか、まあ、レポートという形で毎回授業で出すような授業とかでも、一人で、まあ、やるんではなくて、まあ、4人でやったりとかいう形で、まあ、多分一人で、他の大学とかで割と多分ケースとか一人で読むとかっていうところが多分多いとは思うんですけれども、MIT だと、まあ、どういうふうな、例えば計算みたいな計算がだったり、計算が主な課題であっても、まあ、チームで出しましょう、チームで何かメモランダム書いて出しましょうであったり、かなり何でもチームでやりましょう、チームでやりましょう、チームでやりましょうっていうのが本当に徹底されてるなっていうのが来て驚いた点ですね。うん、なのでよく
話があるのが、あの これはチームなのかどうなのかとかって結構周りの友達と話して、まあ基本チームなんですけど、でたまにあの個人で書くあのリフレクションレポートとかあったら、おこれ個人でやるんだみたいな、どうせまたチームなんじゃないみたいな、あのリフレクションっていうとよくある、まあ、あの個人の振り返りを書くレポートなんで、いや振り返りレポートはさすがにチームじゃなくて個人だろうみたいな話とかあったりとかして、あの基本チームであのやることが多いですね。はい、それぐらいのそうです、ね、かなりあの印象変わりました。はいはい、で、あとですね、一日の過ごし方について教えてくださいという質問があって、で、ですね、1年生の1学期目の授業スケジュールについては、まとめて、リンクの中に書いてありますので、まあ、それを見ていただくと分かると思います。大体まあ1日に2つとか3つとか授業を受けて、まあ、その間の時間にいろいろな、なんでしょう、グループワークみたいなものをするというのが、まあ、スケジュールになるのかなと。で2年生あすみません1年生の後半以降は全部選択授業になるんですけれども、まあ、そうすると人それぞれみんな違う授業選択をするようになるんですが、まあ、大体1つとか2つはアクションランニングみたいなものが入っていて、まあ、そうするとあの授業外のところで結構まあ独自に集まったりとかですね、まあ、そういう必要が出てきたりとか、まあ、あとそうですね、授業スケジュールっていうのも全く変わってくるので、まあ、クラス単位で動くとかグループ単位で動くというよりもそれぞれ別々のクラスで別々のグループが存在して、まあ、時間を見つけてみんなであのやってるという感じになるのかなと思います。はい、で、次ですけども卒業生ネットワークっていうのはどうですかという質問があって、まあ、一つはですね、MIT の、まあ、雰囲気としてコラボラティブっていうのがあるんですけども、まあ、学生のとして中に所属している時にも比較的みんなこう、教え合ったりとか助け合ったりするっていうの文化が、まあ、そのまま卒業生になっても、まあ、そういう文化で、なんていうか学生に対して何か支援をしたりとかっていうのを快くやってくれる人たちが多いのかなという感じがしますね。で一応日本にある MIT 全体の、卒業生コミュニティというのと MIT スローンの卒業生コミュニティと2つありまして、で MIT 全体の方はあの1910年にできたらしくて、まあ、非常に長い歴史を持ってて、まあ、北米外にある卒業生コミュニティの中で最大に大きいという話を聞いたことがありますけども、まあ、そういう、ね、あのネットワークの広さというのがあるので、まあ、それは卒業してからも非常に役に立つところがあるんじゃないかなと。であとはまあ授業の中で例えば何かの産業のスペシャリストの話を聞きたいとかなった場合に、まあ、卒業生の会社をなんていうか探す仕組みみたいなのがあって、まあ、そこでこうメールを打ってちょっとスカイプで話させてくださいとか言うと、まあ、結構な頻度であのちゃんと答えが返ってくるということで、まあ、すごく学生を卒業生としてもサポートしてくれるようなあのアラムナイのネットワークがあるのかなと思いますね。はい、で次がですね、スチューデントアラムナイメンタリングプログラムのご経験がありましたらっていう、まああのスペーシックな質問をいただいてまして、まあ、それについてもお願いします。いただいてるあの、まあ、そもそもスチューデントアラムナインメンタリングプログラムっていうのが、まあ、あの何かとあの申し上げますと、まあ、あの世界各国 あのアラムナイの方々とあの、まあ、学生をつなげてあのアラムナイの方にあのアラムナイの方がメンターで、学生がメンティーという形であのマッチングをあの大学の方がしてくれるという制度があります。でですね、あのこちらの方はまあどうなってるかっていうとあの、まあ、実際あの大学 その企画しているオフィスの方から、まあ、こういうどういう状況が欲しいですかっていうあの、まあ、リストがあのリストというかです、ね、アンケートが送られてくるので、例えばあの自分の場合ですともともと最初こっちに来た時に、まあ、アントレもちょっと知ってみたいなと、アントレどういう活動している人たちが卒業生いるのかなっていう形で、あのせっかくならの他の 海外であの実際に MIT を卒業した後にあの MIT のリソースを使ってアントレをしているという人を、まあ、紹介してくださいっていう形でお願いしたら、あの今あのつながってる人がですね、あのこれどこだ、スウェーデンですね、なんかスウェーデンので実際になんかあのテックアントレをやってる人っていうのをなんか紹介されて、まだ連絡取ってないんですけれども、あのこの年末とかで時間見つけて連絡取ってコンタクトしてみようかなというふうに思います。でこういうふうにあの、まあ、アラムナイ あの自分から言っても絶対あの大学のオフィスがあの紹介してくれると思うんですけれども、
この大学の方からこういうふうにアラムナイの方とマッチングするっていう、あのメンター、アラムナイの方をメンターとしてつけてやってくれるっていう制度があるのは非常にMIT の、まあ、アラムナイネットワークの強さを一つ表すポイントなのかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。で次ですね、アプリケーション関係の話をいろいろといただいてまして、まとめて答えたいと思います。でまずアプリケーションの中でスローン特有で気をつけた方がいいことやカバーレター作成のアドバイスがあればお願いしますということで、ですね、カバーレターの件については多分いろんな人がちょっと混乱しているところがあって、一応ですね、アドミッションオフィスの公式ブログみたいなものにカバーレターってどういうふうに書いたらいいんですかっていうのを書いてるものがあって、それを、まあ、我々のこうウェブサイトのリンクの中に、転載しているので、それを見ていただけると嬉しいです。あ、ちょっと今言ってもらうことできますか。あ、ちょっと下の方で、そこに何が書いてあるかと言いますとですね、ちょっと待ってくださいね。あ、これだ。そこに書いてあることっていうのは、まあ、何かあなたの持っている視点であるとか経験であるとか、まあ、そういうものがどのようにその MIT スローンのコミュニティに貢献できるものがあるのかと、だとか、まあ、なぜ MIT スローンがあなたにとって、まあ、一番いい場所なのかということを書いてくださいということで、まあ、そんなになんかカバーレターという形式を取ってはいるものの、普通の MBA に行きたい動機を書くエッセイだということで、まあ、それの形式がカバーレターっぽい形式で書かなきゃいけないという感じで捉えていただければいいのかなと。でカバーレターっていうのは馴染みがない人がいればそれを紹介しておくと、一応アメリカで就職活動しようと思うとカバーレターっていうのを大体つけるんですね。そのレジュメプラスカバーレターという形で応募することが、まあ、ほぼ全てで、まあ、レジュメにはその人の過去の経歴が書いてあるわけですけども、カバーレターに書くことっていうのは、まあ、なぜそのポジションに興味を持って、でそのポジションに、まあ、自分が最適だということを、まあ、述べて、でそのポジションに就いた暁には自分はこんな活躍ができると思うので、まあ、つまりは自分を雇った方がいいということを、まあ、説得するようなための、まあ、手紙なんですね。で、まあ、それぞれが受ける会社ごとに内容も当然変わりますし、受けるポジションごとに内容も変わるというようなものが一応アメリカの就職活動では一般的につけます。で、まあ、つまりは400席しかない、MIT スローンの MBA プログラムの中に、なんであなたという人を入れる必要があるんですかということを自分なりの言葉で説明しなさいと。でそれを説明するにあたっては、まあ、過去に自分はこんなことをしてきていて、まあ、とか、まあ、こういうふうに活動してきた人間で、まあ、それが MIT スローのカルチャーに合いますという話も、まあ、当然そうだと書くべきだと思いますし、まあ、自分のやってきたことっていうのが MIT スローンの400席しかない席に自分を入れることによって MIT スローンの、学校としての価値を高めることにつながりますよと。で、まあ、そういうコントリビューションみたいな面もそうですし、MIT スローンに逆にその MIT スローンに入ることによって自分が目指している方向に、まあ、これだけ近づくんですと、まあ、そういう MIT スローンから自分が得られるものとして他校に行くよりもどうやっても MIT スローンに行くのが一番いいんですというのが、まあ、何か説明できるといいのかなと。で、まあ、400文字で書けっていう、あ、すいません、確か300文字とかなんか短いんですけれども、まあ、そういうエッセンスを、まあ、散りばめると。で、まあ、そこに足りないエピソードみたいなものとかはオプショナルエッセイに回したりとか、あとは、レコメンデーションレターで書いてもらったりとか、まあ、いろいろな多分戦略的にこのカバーレターっていうのを使うべきで、まあ、ともかくその今申し上げたようなことを短くまとめて、アドビッションにちゃんと伝わるようにするというのがカバーレターの役割なのかなと思ってます。で、あとはですね、まあ、質問としてご自身の受験を振り返り最終的に合否を分けたポイントは何だと思いますかというのを、まあ、私からお答えすると、まあ、もちろん GMAT が高いとかエッセイがいいとか、まあ、いろんなものはあると思うんですけども、まあ、一つのポイントとしては MIT スローンのインタビューは、
ロッド・ガルシアっていうアドミッションオフィスのトップが全員に会うんですね。で、まあ、逆にロッドが会える範囲の人しか呼ばないと、まあ、物理的に会えうる範囲の人間の数しか呼べないというポイントはあるんですけども、まあ、ロッドとの会話が、まあ、うまく盛り上がって、で、ロッドにいい印象を植え付けられたら、まあ、それで合格につながるという、まあ、本当に最終意思決定プロセスみたいな形になってまして、まあ、私はそこで、まあ、すごく会話を盛り上がりましたし、まあ、うまく自分が本当に MIT スローンに行きたいと、私は MIT スローンが第一志望だったんですけども、まあ、行きたいというのも伝えられましたし、まあ、そういう何て言いますか、僕の場合でいくと、合否を分けたポイントは、まあ、MIT スローンに本当に行きたくて、まあ、なんで自分が行きたいのかっていうのをちゃんと伝えられて、まあ、それだけ向こうにも理解してもらえて、で来ることができたのかなと思いますね。なので、まあ、皆さん多分いろいろと調べていただくうちに、実は MIT スローンはあんまり合わないなっていう人も当然いると思いますし、ものすごいジェネラルマネジメント志向の人は逆にもっとジェネラルマネジメントに振り切ってる学校に行った方がいいと思いますし、もしくは、まあ、ロケーションで、まあ、例えばなんかもっとファイナンスにすごいフォーカスしたいということであれば、ひょっとしたらニューヨークの学校に行った方がいいかもしれませんし、まあ、いろんな観点で学校を選ぶポイントがあると思うんですけども、本当にそのなんで自分が MIT スローンに行きたいのかっていうのを、まあ、突き詰めて考えた上で、まあ、それをちゃんと言葉にして伝えるようにするっていうのが、まあ、ポイントなのかなと思いますね。で、あとですね、オプショナルエッセイに Tips があれば教えてくださいという質問がありまして、はい、はい、これ超テクニカル論なんですけれども、オプショナルエッセイでこうビデオの紹介ビデオを作るかっていうのは一つみんな悩むポイントかなと思うんですけれども、意外にですね、 YouTube で MIT スローンオプショナルエッセイって検索すると、そこに放置してる過去のオプショナルエッセイがあります。でこれ結構その他国の人のアプリケーションの内容を見れる機会ってあんまないんですけれども、YouTube で上がってるっていうところで他国の人がどういうのを作ってるのかなっていうのを検索して見てみて、それによってこう自分がそれだけのレベルのものを作れるかっていうのでビデオエッセイを作るかどうかっていうのを決めるっていうのが一つの手段かなと思います。そうですね、まあ、逆になんか英語に自信がなければあえてビデオエッセイにする必要もないですし、文字を書くことによってそれを補うっていうのは当然いい作戦だと思いますし、まあ、うまく使う方法を各自考えられるといいのかなと思いますね。で、次ですけども、通常のアプリケーション以外で、何かビジットだとかアピールされることがされたことがあれば教えてくださいということで、まあ、他の学校だとビジットに行かないと受からないとかいう話を聞くこともあるんですけども、 MIT スローンの場合はそういうことは多分ないと思います。で、まあ、ただ行った方がなんというかより具体的にいろいろなことを思い描いてエッセイを書けるという意味でとか、インタビューに答えられるという意味でいいかもしれませんけれども、まあ、そこが必ず必須だと言われているわけではないです。でむしろ、まあ、なんかアプリケーションの中におそらく在校生の名前を知ってますかとか、何かインフォセッション出ましたかとか、そういうのを書く欄があると思うんですけども、まあ、こういう場も一応そういうのの一環だと思いますし、まあ、何か在校生がやっていたウェビナーに参加したとか、もし夏にインフォセッションに行っていれば、まあ、行きましたとか、まあ、そういうのを答えるだけでも十分、この人はいきなり MIT スローンにアプリケーションを出してきたわけじゃなくて、一応何かしらこう調べてやってるんだなという印象は植え付けられるのかなと思いますね。はい、まあ、必ずしもなんかものすごいこうアピールしなきゃ受からないとかそういう感じではないと思います。で、あとはそうですね、同じような質問として、スローンのアドミッションにおいてネットワーキングが重視されてますかという質問があって、まあ、必ずしもそうじゃないと思いますんで、まあ、そこはそんなに気にする必要ないのかなと思います。で、国際経験の少ないアプリカントの方に伺いたいのですが、アプリケーションをどのようにカバーされましたでしょうかという質問があって、別に国際経験がないと受からないと言ってるわけじゃなくて、むしろあなたが独自のこう視点を持って MIT スローンのコミュニティにどう貢献できますかということを聞いているわけなんで、国際経験がある人が受かるという観点じゃなくて、むしろあなたがどんな独自の視野を持ってるんですかということを問われていると思っていただいた方がいいのかなと思います。まあ、もちろん国際経験というのは書ければ書けるでいいかもしれませんけども、まあ、例えばひょっとしたらアメリカでこんな経験をしましたということを書いたとしても、他に同じ経験を持っている人がいっぱいいたら、まあ、大してそれは役立たないわけで、
まあどんなことを書くべきなのかっていうのをそれぞれ自分がいかにユニークなのかというのを考えていただくのがいいんじゃないかなと思います。であとですね、推薦状にて公的翻訳制度を利用した場合の留意事項というかなり、私はあまり答えられませんけれども、意味としては日本人の人が日本語で推薦状を書いたものを一応翻訳して、まあ、それが何かその公的な翻訳機関が翻訳しましたよということで、証明書をつけて出すみたいなものは一応多分可能ではあると思うんですが、まあ、ちょっと私はやったことないですし、多分ここにいる中のメンバーもやったことないと思うんで何とも言えません。あのエッセイカウンセラーとかに相談していただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、で次ですけども、現在38歳で出願を考えてますが同年齢程度の在校生はいらっしゃいますかということで、まあ、いることはいると思います。すごく数は少ないと思いますけれども、皆さん自分が知っている中で一番年上の人の年齢は何歳ぐらいでしょうか。38歳がいるそうです。で、まあ、一応スローンフェローズっていうプログラムがあるので、MIT スローンで何かを学びたくて、まあ、それがもう少しその年齢層が高いプログラムの方がいいということであればそちらも検討していただくのがいいと思いますし、まあ、別に MBA だからといってそのなんていうか、まあ、一つアメリカの意見として年齢でそんなに差別しないっていうかそういう点はあると思いますんで、別に年齢がネガティブに働くことはないと思うんですけども、まあ、逆にその周りの雰囲気との違いというかで困ることがなければ、まあ、2年生の MBA を受けてもあの38歳の方でもいいんじゃないかなと思います。はい、で次がですねインタビューに関しての質問でして、まとめて話してもらっていいですか。はい、その前に一つちょうどインタビューに関連して、アドミッション今チャットの方で、出願中にどのようにアドミッションアプローチしましたでしょうか、ビジットの時アドミット簡易インタビューなど行いましたでしょうかというのがありまして、ちょっとこれ自分の認識間違ったらちょっと他の方訂正してもらえればと思うんですけど、アドミッション期間中ってロッド公平のためにですね、ロッドガルシアはそのアプリケーション期間中はビジットした人に会わないっていうのが一応ポリシーだっていうのを伺ってますと。なので多分ビジットでオフィシャルに何か会うみたいなことは、うん、まあ、ちょっと分かんないです、裏で何かっていうのは別として多分オフィシャルに会いたいって言ったらアプリケーション期間中願書見てる期間中だからダメだよっていうのが返ってくるのかなというふうに。あとまあ基本的に彼は世界中を飛び回ってるんで、ボストンにいないとかどこにいるかもよく分かんないことも多いし、まあ、あとはまあちょっと tips としては MIT スローンのまあ、求める人材像としてあんまり俺がみたいな押しの強い人は多分あんまり合わないんですね。で逆にそのチームでどういうふうにそのちゃんとバランスをとって価値を出していくのかっていうような点でいくと、まあ、そういう人は多分ロットとしてはあまり好きじゃない。で逆にそのものすごいともかく30分でもいいから時間くれとか言って押し込もうとしてくる人は、まあ、彼としてはそんなに好きじゃないタイプなんじゃないかな。からあんまり、まあ、テクニカルな話ですけども、キャンパスビジットに来たからといってアドミッションと必ず面接をしなきゃいけないってわけじゃないですし、むしろなんかそれが推しが強すぎるなと思われてネガティブに働く要素もあるんじゃないかなという気がしますね。そうですね、はいはい、一応アドミッション、キャンパスビジットに来ると、なんだっけ、アンバサダーズデーっていうのがあって、アンバサダーズプログラムか、アンバサダーズプログラム、アドミッションオフィスが公式にやっている、キャンパスビジットのプログラムなんですけれども、まあ、そこの中で在校生との会話であるとかあとクラスビジットをしたりとかもできるんですけども、アドミッションオフィスの人が一応来てなんかいろんなことを質問に答えるみたいな、まあ、そういう機会もありますんで、まあ、簡単なチャットとかはそこでできますね。で多分面接とかをあえて面接というか、 なんか個別のミーティングとかを設定する必要はないと思います。でチップスでちょっと補足させていただくと、今先ほどですね、ロッド・ガルシアアドミッションのトップが例年ですと全員 のインタビュアーと会うと、日本でインタビュアーと会うという形があるので、まあ、チップスとして一つ自分が気をつけていたのは、ロッドに、まあ、会話
自分が自分がっていう形で俺はこんだけすごいんだっていう形でアピールするっていうより用意してアピールするというよりは自然体でロッドと会話をして自分はこう思ってるんだこういうことしたいんだこういうのが強みだっていうのを会話形式でいろいろやっていくようにして、まあ、できるだけロッドと のキャッチボールをの回数を増やすっていうのが心がけてました。で、まあ、ロッドがこれで例えば3分あげるから何か話してっていうのが、まあ、なかったですけど、まあ、そう言われれば多分それだけいっぱい話したと思うんですけれども、まあ、できるだけ多く の側面でロッドに対して見てもらえればなというのもありましたし、あまり何か用意してる質問用意してる典型的な会話だけで終わらせるっていうのはちょっと自分としてもったいないなというふうに思っていたので、そうですね、ロッドとはできるだけ会話をするようにして、スモールトークみたいな最初入りのところも、まあ、日常会話というか普段普通に話すような形で会話をするように心がけました、うん、MIT スローンの面接というとビヘイビュラルインタビューをされるというのをよく聞くんですけども、実は私は一回もそういう質問をされなくて、あなたどんな仕事してるのから始まって、じゃ まあこういう仕事してますよと、で、3年前に転職したんだねとか言って、じゃあなんで転職したのと、じゃ まあこういう理由ですよと、で、じゃあ周りでどんな人が働いてるのとか、自分の部署以外の人とどういうふうにコミュニケーションしてるのとか、まあ、そういうようなたわいない話とかから多分ロッドが知りたいことというのは、その人が具体的にこうどういうふうに物事を考えたりとか、どういうふうに人とコミュニケーションをとって仕事をしていく人なのかというのを多分知りたくて、まあ、それが雑談の中で聞き切れればもう彼としては OK だし、そうじゃなければ、まあ、あえてそのビヘイビュラルクエスチョンみたいなものをするという感じなのかなという気がしますね。なので、まあ、彼はですね、MIT のアドミッション歴27年という非常にもう筋金入りのベテランなんで、もう彼のような人にかかるとこの人だっていうのは多分何か のインタビューテクを持ってると思うんですよね。で、まあ、彼が見たいことが確認できればそれで面接は終わりということで、まあ、昔はビヘイブラルクエスチョンを何問もされたっていう時代があったんでしょうが、モロットもだんだんそれに飽きてきてるはずなんで、あまりそういうわけではないです。ただ、まあ、準備した方がいいと思いますけれども、どちらかというと、まあ、たわいない雑談みたいなものをどうこうやっていって、で、まあ、MIT スローンの場合はトーフルを要求しない学校なので、アドミッションとしては英語が喋れるのかどうかっていうのは基本的に面接で見ますと、そういうスタンスでやっていて、なので多分その会話ができるかどうかっていうのは英語が本当に喋れるのかどうかっていうのを確認しようとしている面もあると思いますね。はい、で、もしインタビューに呼ばれた方とかいらっしゃったら、ご連絡いただければもっと詳しくですね、どんな質問をされたのかとかお話できるかもしれませんし、何か気になることがあったらまた聞いてください。はい、で、あとスコアメイクの話を、伺ってまして、先ほど来言った通りですね、MIT スローの場合は、TOEFL は要求してませんと、TOEFL を書く欄すらないんですけども、で GMAT がその分重視されてるんじゃないかというのは、まあ、なんとなく思う方がいるかもしれなくて、GMAT に関する質問をいくつかいただいてます。で、何点ぐらいが入学者の、まあ、レンジなんですかというのはウェブサイトを見ていただくと書いてあります。で、基本的には、まあ、平均が確か720何点とかが多分今の1年生の代だと思うんですけれども、まあ、ただレンジとしては多分80パーセンタイルが660点ぐらいから多分750点とか、まあ、そういう感じで、まあ、比較的幅はある感じなのかなと思います。で、日本人に限ってそれぞれ何点ぐらいで受かったのかという点については、ウェブサイト、日本人ウェブサイトを見ていただくとですね、このリンクとしてご紹介している中にも書いてありますし、まあ、どのぐらいの点数で受かったのかというのはあります。で、必ずしも別に700点ないと受からないというわけではないですし、何かこう必ずこの点数以上じゃないと受からないみたいなものは特にないと思ってます。ただ、まあ、大体そうですね、まあ、600点後半ぐらいから700点台前半ぐらいの人が、まあ、大体多いんじゃないかと思いますけれども、まあ、もちろん高い GMAT であるってことはアピールにはなるんですがと思いますけれども、ただ必ずしもそうじゃないと受からないってわけじゃないという程度に捉えていただくといいのかなと思います。
何か補足ありますか？いいですね、はい、で次ですけども、私費の方で私費、留学資金として、まあ、どのようなものがあるのかということで、スカラシップの申請難易度を知りたいという質問があります。で、ですね、周りを見てるとスカラシップ取ってる人はいることはいるんですけれども、まあ、当然ですけども、その学生の中のものすごい割合の人がスカラシップを取ってるわけではないです。まあ、もちろんその大学としても、ちゃんと、ね、資金的に回していかなきゃいけないわけなんで、まあ、あんまり多くの人がスカラシップを取ってるわけじゃないです。ただ、まあ、確か 3% とかそのぐらいはいるんじゃないかと思います。であとは、まあ、何か、その成績優秀だからもらえるスカラシップというのと、あとは、ですね、いろんなタイプのスカラシップがありまして、一つはですね、レガタムセンターっていう、新興国関係のビジネスを支援する場所がありまして、でそこは、入学時に申請したりとか、もしくは入学した後に申請したりとかできるんですけども、授業料を安くしたり免除してくれるスカラシップをやってます。で具体的には、まあ、新興国で例えば、僕のクラスメートがやってるのは、イスラエル人なんですけども、まあ、彼は IT の知見を持ってて、で、まあ、仲間と一緒に、インドで、まあ、一つは、気候を予測する新しいプログラムみたいなのを開発してて、まあ、それを特にインドで実行しますとにあたって、まあ、結構そこの現地に行ったりとか、まあ、もしくはその現地の会社とのネットワークを作ったりとかいう必要が出てきたりとかして、まあ、それをレガタムセンターが支援しますと、まあ、そういうプロジェクトベースで申し込む制度のものなんですが、で、彼は多分そこで、スカラシップをもらっていて、まあ、そういう新興国関係のビジネスってなかなか利益がつながりづらい部分もあるので、まあ、それを利益につながらないからといってやめてしまうんじゃなくて、まあ、やりたいという人たちをちょっと応援しようという意味で、スカラシップをやってますね。一応まあそういう制度はあるので、なんていうか、あんまり優秀じゃない人は当然スカラシップは得られませんけれども、優秀な人を支援しようという制度はあります。であとはですね、お金を獲得する手段として TA をやるっていうのもありまして、まあ、TA がやることとしては、まあ、授業のこう出席とか発言の回数を取るみたいな、そういう、サポート的な業務もあれば、あとはレポートを採点したりとか、中には、例えばエコノミクスの授業のなんか、歩行を運営したりとか、まあ、実際にその授業の中では結構ハイレベルなディスカッションだけをして、もっとこうなんていうか実際の計算の仕方とかそういうものを、まあ、特にその、知見を持ってない学生に対してちゃんと教えるみたいなことまでやったりとか、まあ、そういう TA をやることによって、まあ、お金をもらう制度もあったりするので、まあ、必ずしも、私費だからといって全額自分で払わなきゃいけないというわけではないと。で、まあ、いろいろな制度があることはあります。で、次ですけども、まとめていただいている中では最後の質問ですけども、妻子を含めて3人での渡米を考えていますと。でそのような場合の、生活環境について教えていただければということで、ボストンのいいところはいくつか挙げると、まず非常に安全な街で、まあ、特に MIT の周りはほとんどホームレスの姿すら見ないような大変に安全な街です。で、まあ、ボストン全体に非常に安全です。でさらに、まあ、ボストンという町は、地下鉄が走ってまして、まあ、日本ほどしっかりした地下鉄じゃないですが、まあ、それで日々活動することができるので、まあ、買い物に行こうとか、どこかに遊びに行こうとかいうのも、まあ、フラッとやりやすいと。で、まあ、町自体はコンパクトにまとまってるんで、まあ、学校と比較的近いところにも、住みやすいですし、まあ、例えばニューヨークとか行くとちょっと学校の周りに行くと、家賃が高すぎて住めないとかですね、まあ、そういうこともあると思うんですけれども、まあ、そういう意味では生活環境は非常にいいと思います。で、楽しみという意味では、まあ、例えばボストン美術館みたいなものだとか、交響楽団みたいなものだとか、まあ、そういう文化的なアクティビティもアメリカの中では非常にこう積み重ねがあって、いいと思いますし、
あとはまあ食べ物という意味では、まあ、一応海鮮料理とかですね、まあ、いろいろな、まあ、それなりに美味しいものがあるので、まあ、文化的にもまあ非常にいい街なのかなと思いますね。で私も一応妻と子供と3人で住んでますけども、まあ、こちらで子供が生まれまして、まあ、ボストンはもう一ついい点としては医療環境が非常にしっかりした町なので、まあ、こちらで私は子供を産んだんですけども、まず大学の学生保険の中で出産費用は全部賄われましたし、一切自己負担することなく、まあ、それが、しかもボストンにある最先端の治験が集まっているような病院で診療を受けられるという点は、まあ、家族で渡米される上でも、まあ、全く心配はないのかなと思います。そうですね、もう一つ補足すると、まあ、ハーバード大学とかも近いですし、あとタフツとか、まあ、いろんな大学が集まってきていて、まあ、似たような環境で留学に来ている日本人というのもそれなりの数いますし、まあ、あとは研究者として来ている人とかですね、まあ、日本人家族という意味でもそれなりに住んでる町なので、しかも近いところに住んでる人たちがいるのでですね、そんなめちゃくちゃたくさん日本人を見かけるわけじゃないんですが、まあ、日本人同士で助け合おうというような感じの、コミュニティもありますし、まあ、もし英語が喋れないとしても、まあ、それなりにちゃんと生活していける環境もあると思いますし、はい、まあいいんじゃないですかね。あと何だろう、あれですね、なんかパートナーとして来た人向けの英語のプログラムみたいなものもね、無料で提供しているものとか有料で提供しているものとかが、大学としてそういう留学生についてきた、まあ、パートナーの人向けの活動みたいなものもあったりするので、まあ、それも一ついい点かもしれませんね。はい、ということで、一旦ですね、いただいた質問は、以上になりまして、ここから別途いただいている質問をがあれば、見ていきたいなと思います。ちょっとお待ちください。全体の方に来てる、全体の方に来てる、1個あ、何でしょう、スローンフローズの面接官もロッド・ガルシアなのでしょうか。スローンフェローズは違います。スローンフェローズの面接官がロッド・ガルシアなんでしょうかという質問をいただいてるんですけれども、スローンフェローズは全く違うアドミッションプロセスを経てまして、スローンフェローズっていうのは、まあ、1年生の MBA プログラムだと先ほど申し上げたんですけども、アドミッションオフィスが別です。で、あとはスローンフェローズ特有のアドミッションのやり方みたいなものがあるらしいので、まあ、僕はちょっと詳しく知らないですけども、スローンフェローズを考えられている方は別途問い合わせた方がいいと思います。というのは、例えばなんか事前のキャンパスビジットみたいなものがかなり必須のプログラムとして運営されていたりとか、あとは人によっては GMAT は出さなくてもいいとかですね、まあ、そういう人もいるらしいので、ちょっと興味がある方は別途聞いていただいた方がいいと思います。はい、で、あといただいているのは、IAP って何ですかという質問をいただいてますね。それ僕が載せたやつです。ああ、そういうことな。ああ、なるほど、なるほど。あ、すいません。IAP というのは、インディペンデントアクティビティピリオドということで、これ1月が丸々 MIT 全体で休みでして、で、その期間に、まあ、いろんな好きなことを各自やっていいよということで、まあ、普段のスクールとかから外れて、まあ、新しいことをやる期間として捉えられてます。でそこの中で、まあ、例えば私は去年1ヶ月かけて、自分の企業アイデアをやるという、なんていうか検討するというアクセラレーションプログラムみたいなものに参加したんですけども、まあ、そういう使い方もできるし、あとは単純に学校から離れて旅行するとか、学校の外でインターンをするとか、そういう使い方もできるし、まあ、学校の中で授業みたいなものも提供されてるんですけども、例えば3日間のリーダーシップのコースとか、あとはまあ、それが単位になるものもあればならないものもあります。ものによってはカクテルの作り方とかエレキギターの作り方とか、もはやなんか趣味としか、あ、いけばなとかもあります、確か、みたいなものとか、あとは毎日中国語を学ぶとかですね、まあ、本当にいろんなプログラムが用意されていて、でスクール横断的にいろいろな、機会を得ることができるというのがあります。はい、で
はい、次にいただいている質問としては、出願中にどのようにアドミッションにアプローチしたでしょうかと、キャンパスビートでアドミット会員インタビューの行いましたでしょうかと、まあ、これは先ほど言った通り、会員インタビューとかする必要がないので、まあ、気にしなくていいんじゃないかなと思ってます。あ、というかそれはさっき答えましたね。はい、あで、いただいている今のところ私にいただいている質問としては以上ですね。はい、もし何か質問があれば今送っていただければそれにお答えしますし、もうこれで十分聞いたということであればもう切断していただいて問題ありません。一応我々はもう少しあ、すいません、もう少し接続していようと思いますので、もし気になることがあればチャットでお送りください。あとは今日の音声もまたアップロードしようと思ってるんで、聞き逃したことがあればそれを参照してください。また、今日登録していただいた方にはメールをお送りします。他に何か在校生の人たちの中で今喋りたいことがある人とかいますか？特にないですか？ちなみに今日の気温は最高気温がマイナス1度とかで、多分この冬初めてぐらいかな、最高気温がマイナスになったというね。やっぱりボストンは結構寒い日がありまして、一応ですね2年前の冬はもう最悪、歴史上最悪の冬だったんですけれども、僕はその時にキャンパスビートに来まして2月に来たんですけども、もうなんか雪がものすごいいろんなところに積まれてましたね。でもう本当、鉄道が止まったりとかして学校が閉鎖になるぐらい雪がストームが来たりとかした冬だったんですけれども、で去年の冬は比較的まあ穏やかな冬で、まあそれでもですね、2日間ぐらいものすごい寒い日があって、その時は最低気温がマイナス25度ぐらいになるような感じの日が、まあ、ありましたが、まあ、でそれでもみんな結構穏やかな冬だったねと言ってました。まあ僕からしてみると寒かったですね。で、まあ、ただ学校自体とか建物の中はかなり暖房というか断熱がちゃんと効いているような設計になっているので、外に出ない限りはそんなにめちゃくちゃ寒いなと思うことはないですね。あ、今質問が来ましたね。1月にキャンパスに行こうと思いますが飛行機は結構遅れますかと。それは人によっては遅れることがあって、例えば僕がキャンパスビートに2月に来た時は1日前の飛行機だったら乗れなかったですね、確か。で僕の日はたまたま大丈夫でしたし、あとキャンパスも閉鎖されてなかったんですけども、他の日本人で同じ年に受験した人でキャンパスビートに来ようとしてた日にキャンパスが雪で閉鎖されてたっていう人がいたんで、まあちょっと余裕を持っていただいた方がいいかもしれませんね。そもそも1月はレギュラーの授業がないので、そうですね、はい、そうですね、1月は来ない方がいいかもしれません。はい、1月にキャンパスビートに来ようとされている方は1月に来ても授業やってないので気をつけてください。というか在校生もいない人が結構いるかもしれないので、はい、そうですね。はい、ちょっと前に話をした、アドミッションがやっているアンバサダーズプログラムというのは、2月に入ってから多分2月の2週目ぐらいからしか運営してないと思うんですね。というのは、授業が2月の7日ぐらいから始まるんですけども、1回目の授業とかに来てももうなんかイントロダクションしかしてないのであんまり見学する意味がないと。で多分私もですねそれを考えて2月の中旬ぐらいにキャンパスビートに来たんですけども、アンバサダープログラムが始まるタイミングでを狙ってきた気がします。そうですね、まあ一応キャンパスビートに来たい方がいれば、我々の MIT スローン日本人会のウェブサイトから日本人とのコーヒーチャットというのを申し込むこともできるので、まあ、来られる方があれば、連絡いただければ、まあ、その人の興味とかバックグラウンドに合った卒業あすみません在校生と、マッチングするような形で、運営をしてます。
ただまあ1月は確かに来てもちょっと見れるものが少ないですね。あ、他校との比較で、マネージング・イン・アドバーシティの特徴を教えていただけませんでしょうかと。例えばミシガン・ロスのクライシス・チャレンジっていう授業があるらしいです。私はその授業を知らないので何とも言えませんけども、うん、まあ、私もマネージング・イン・アドバーシティは今の学期に受けてまして、まあ特徴は何でしょうね。まあすごく何ていうかビジネススクールっぽい授業だと思いますよ。あの全部の授業に、そのケースの主人公が来てで、まあ、ケースが、まあ、事前に配布されてて、まあ、それを何ていうか、まあ、学生がですね、みんな自分でパワーポイントを作って事前課題として提出しなきゃいけないんですけども、で自分がそのケースの主人公だったらそのボードミーティングに対してこういうことを提案しますと。まあ、ケースの中では例えば何かのこうファイナンシャルクライシスが起きたせいでその会社がこんなに傾きましたとか、なんかその、僕が見た中で一番すごかったケースは、従業員がちょっとまあやばい人がいて、その人がいろいろと給料の面とかで揉めて、まあ、かつちょっと精神的に病んでる人で、その人は会社に銃を持ち込んで、7人射殺しましたと。でそこからどういうふうに会社を立て直しましたかっていうのを実際にそれをやった社長が来て喋るっていう会があったんですけども、まあそんなのなかなか出会うことはないし、まあ、その場に置かれたらどうかとか聞かれても困るじゃないですか。ただまあ一応自分たちがその自分 の, そのケースの主人公になり代わって、まあ、パワーポイントを作って、まあその取締役会に説明するという体で、まあ、自分はこういうふうにやらなきゃいけないと思うというのを説明しなきゃいけないんですけども、でクラスから一人ピックアップされて自分がその作ったパワーポイントでクラス全員に向けて、まあ、自分だったらこうするっていうのをその1回あたり1人説明しなきゃいけないんですね。でまあそういう環境に侵されてみると自分が一切そこの何て言うか自分には起きなさそうなことなんだけども、まあ、自分がそれに起きたらどんなふうに考えるんだろうなっていうのを、まあ、主体的に考えざるを得なくなって、でああすごい大変だなと。でまあ何て言うか将来自分が例えばマネジメントにつくとか社長になるとかっていうのにあたっての本当に何か生々しい意思決定をどうするのかっていう思考訓練ができてるなって感じはしますね。うん、確かにその、はい、単なる経営戦略的なところにとどまらずに、うん、まあその本当に組織のリーダーとしてどう行動すべきかっていうところまで含めてやってるということが多いです。結構ね全人格的に従業員に対してどういうふうに説明するのかとか従業員の家族をどうあてがうのかとか、まあ、もしくはなんかすごく時間があれば何でも考えられるんでしょうけども、大体そのアドバーシティが起きてる時っていうのは基本もう今すぐ何かを決めないといけないと、で情報がない中でこれはこうだっていうのを決めて動かなきゃいけないみたいな環境に置かれた時にじゃあどうするのかっていう観点で、まあ、ケースは本当に短いものが多いんですけども、まあ、そのケースプラス実際にそれをやった人たちの思考回路みたいなのを聞くことによって、なんか自分が将来、まあ、社長になるとして、あ自分だったらこういうことが今はできそうだけどこの人がやったことは今の自分にはできなさそうだなとか、あこういうふうにこの事象については考えるといいんだとかですね、非常に面白い経験になっている気がしますね。はい、うん、ということで、そろそろ切断しようと思いますので、参加していただいた皆さんどうもありがとうございました。まあ、MIT スローンの日本人会としては、アプリカントの方々を支援するいろんな活動をしてますので、キャンパスビート来ていただければお話ししますし、何かすごく困ったことがあれば、今日の私がお送りしているメールに返信する形でも構いませんし、何か送っていただければ個別の質問もお答えしますので、はい、ということで、まあ、あと1ヶ月ぐらいで、アプリケーションの締め切りということで、まあ、さらにそのインタビューまで含めるともう3、4ヶ月単位の
かなり長い戦いになるわけですけれども、あの皆さんが、いい学校を選んで、まあ、MIT に限らずですね、留学に行くには値するいい学校を選べるといいなということで、まあ、それがもし MIT に行きたいということであればぜひそこに行けるように頑張っていただけるといいかなと思います。お、あ、なんか質問が今来ましたねHBS がトップマネジメント育成校なのに対してスローンが実務家寄りということはスローン自身がセルフブランディングしていますでしょうか。そうですね、どうなのかな、まあ、トップマネジメント育成校だということではないかもしれません。 なんですかね、まあ、スローンが推していることとして言っていいこととしては、例えばマインド&ハンドとか、まあ、そういうことは言っていいと思いますし、スローンも別にトップマネジメントを育成したくないわけじゃないんですよ。ただ多分トップマネジメントに至るにあたってのアプローチとして、多分その人それぞれちゃんとしたこう手を動かして何かこう世の中を変えていくにあたっての知見を得てくれた方がいいと思ってるんじゃないですかね。そうですね、なんかちゃんと手を動かして、うん、まあ、実際行動することによってそれに対して理解も深まるっていうのが、うん、まあ、MIT、まあ、理論の実践をちょっと言い換えてるだけなんですけれども、うん、MIT としてのポリシーっていうところで、うん、まあ、どれだけその手を動かすことに対してをどう評価するかっていうのが、まあ、大学によっての評価 のスタンスの違いだったりっていうところに当たるのかなと、うん、まあ、もちろんね、その MIT スローもケーススタディを否定してるわけじゃなくて、先ほど言ったようなマネージングアドバーシティみたいな授業って本当にケーススタディの典型的な授業だと思いますし、まあ、それが役立つところももちろんあると思うんですが、まあ、僕個人としては 100% ケーススタディで授業を見すっていうのはなんか違うんじゃないかなっていう気がしますね。であとはケースって大体昔のことを扱うものが多いので、そうすると例えば最新の世の中で起きていることとかなかなか扱いづらいわけですね。で例えばそのデータアナリティクスだとか、なんていうか AI だとか、まあ、そういうなんか最新トピックをどう組み込んプログラムの中に組み込んでいこうかという観点でいくと、 MIT はやっぱりテクノロジーとかアナリティクスとか結構してる部分があるんで、そういう面で、まあ、実際にこうまだ理論として形作られてない部分で自分で手を動かしながらそこの感覚を得てほしいとか、あとアントレプレナーシップとかも多分、まあ、もちろん理論として学ぶことはできるんでしょうけども、ただ日々なんかいろんなことが起きてその理論で学んだことじゃない部分が、ね、大半だったりとか、人間模様がすごく難しかったりとか、まあ、いろんなものがあると思うんですけども、まあ、そういう意味で実務家寄りの人を育成したいというよりは、実務的なスキルをちゃんと身につけないとリーダーに近づきづらいというような感覚を持ってるんじゃないかなという気がしますね。まあ、その点では、はい、ロットに話してもいい点としては、はい、まあ、自分が得たいスキルセットっていうのが MIT スローにありそうだとっていう中で、他のビジネススクールに行くよりも、まあ、そういう理論と実践みたいな両方を持ってるスローンに行くのがとても価値があると思ったっていうのはすごくいいストーリーだと思いますね。はい、ということで、はい、この辺で我々は切らせていただきたいと思いますので、参加いただいた皆さんありがとうございました。では、今後ともよろしくお願いします。失礼します、はい、ありがとうございました。頑張ってください。